ウェブセミナーを開始したいいと思います本日は「心の科学237号」観光記念ウェブセミナー「ライブで語ろう病気未満のアディクション」にご参加いただき誠にありがとうございます。本日のイベントは日本評論者より先月観光しました「心の科学237号特別企画病気未満のアディクション適用と依存症の間」の執筆者12名にご参加いただき現行の舞台裏や 書ききれなかった思い等について、存分に語り合っていただこうというものですえ。私は日本評論社編集部の北谷と申します。え、開始前に注意事項をいくつか申し上げます。え、このウェブセミナーはあご覧の zoom を使ったライブ配信を行っております。配信中、万一音が聞こえない映像が見られないといった状態になった場合はえ、配信側の何らかのトラブルの可能性がありますので、えしばらくそのままお待ちいただけるようお願いします。 視聴者による撮影、録音等は一切禁止とさせていただきます。本日の進行ですが、本特集の編者を務めていただいた、再型医療センターの佐久間博さん、それから栗浜医療センターの阿部香織さんに司会をお願いしております。プログラムについては、この後佐久間さんにご説明いただきますが、大まかには2時40分ぐらいまで順次トークを行っていただき、5分ほどの休憩を挟みまして、 さらに1時間ほどトークをし、最後に10分、15分ほど全体でのディスカッションの時間を設けて、16時に終了予定しております。多少の変動はご了承ください。なお、Zoom の Q&A 機能にて質問をお寄せいただくことが可能です。ただ、時間の関係上、すべての質問にお答えできない場合があるかもしれませんので、その際はご容赦いただければ幸いです。また、本ウェビナーは、 えー、後日アーカイブ配信を予定しております、えー、そのことをご理解の上ご質問をお寄せくださるようお願いいたします、えー、それでは前置きはここまでにしまして、えー、セミナーを開始したいと思います、えー、司会のお二人よろしくお願いいたしますはい、えー、皆さんこんにちはさい西型医療センターの、えー、佐久間と申します えとこの度本当に大勢の人がこのセミナーに集まっていただいてありがとうございます。えー、3連休の最終日の午後という、ですね一番あの大事な日程にあのこのセッションに来ていただいたのは、おそらく大正解ですね。はい、えっ、ー、と今回はですね、あのそのそ心の科学の特集、まあ、病気未満なアディクションということで、えー、いろんな方にあの原稿を書いてい いたただきました、まあ、本当に素晴らしい原稿で、まあ、病気、アディクション、依存症が病気なのか、それとも病気の、えー、じゃないのか、その周辺を考えるということで、まあ、逆にその依存症に対する、アディクションに対する今日的な視点や、あの今日的な捉え方というのが、あの本当にあの立体的に捉えることができたと思っています。ででで今回はそのですねまあ、ライブ版とということで、えー各 あの筆者の、えー、書き手の皆さんに集まってもらって、えーまあ、話をしていただくことにしました。でただ話をするだけでは、えー、面白くないという意見が確かに市川さんから出たと思うんですがそれであの、えー、対談というか対戦形式にしまして。えーっと あの各ラウンドで、えーまああの、ガチンコ勝負していただく、あの本当にあの喧嘩しは多分ならないと思うんですけども、えー、とそういうような感じで、えーまあ、対戦形式トークバトルという、まあ、そういう,こう立て付けで、えーまあ、やっていきたいと思いますで、えー、あ今日司会を私と一緒に行ってくださる、えー、栗浜医療センターの阿部さんです。 みなさんこんにちは、栗浜医療センターの看護師の阿部です。今日はよろしくお願いします。レフリーということでよくわからなかったので、わかります。ホイするだけ準備しました。よろしくお願いします。はい、ということで阿部さんの笛が鳴ったらあのその時点で反則ですのでね、はい、<laughs> 何が反則なんだかわかんないけど、はい。えっ、ー、と今日はですね、えー最初ちょっと各ラウンドを少し説明しますと、最初のラウンドワンが、えー、松口さん。 と倉田さんですね各、えー、ラウンドはあのそれぞれのスピーカーが最初10分ずつ、えー、単独でスピーチを行うでその後あのお二人の、えー、トークバトルを10分間ですト、えー、トークバトルはあの10分間あの切りませんし、えー、途中で沈黙が広がっても私10分待ってますので、えー、なんとか10分間リングで持ちこたえてくださいね、えー、でラウンド2がネン、えー、さんと福田さんの、えー、対戦。 ラウンド3が本村さんと市川さんの対戦。今回全部あの先生とかそういう故障はやめて全部さん付けでいきます。でラウンド4が、えー、あそその時休憩かなはい。はいラウンド3があと一旦休憩ですね。でラウンド4が大越さんと高野さん。最終ラウンドが、えー、九州対決で手塚さんと杉本比江島。 コンビというなんかシャープ兄弟みたいな感じです古いねはい <laughs> という感じであの行きたいと思いますはい安倍さんなんかあのレフェリー的に付け加えはありますかいやあの皆さんのあの対戦を趣味にしている私としてははい、はい、お願いしますということで、えー、じゃあ最初の、えー、対戦ですけれどもえっ、ー、と日前精神医療センターの、えー、松口さん、えー、vs えー、大阪ダルクの倉田さんという感じですね。はい、松口さんがはい早めに今日はあの予定があるので早めに切り上げたいということでトップバッターに持ってきてしまいました。それではラウンドワン開始したいと思います。では正々堂々とよろしくお願いします。はい。あこれ聞こえてますかね。大丈夫ですかね。ありがとうございます。えっ、ー、とご紹介いただきましたえっ、ー、と非全性治療センターの松口と申します。 えーとまあ、本来だったり、ねまあ、まだまだ、まあ、私個人として学ぶことがこう多い身分でありながら、まあ、正直今日 TKO 負けになる可能性もこう十分ある立場なのにです、ね、まあ、このようにあの特等席どころかです、ねまあ、リングにこう立たせていただいて大変感謝しております。よろしくお願いします。じゃスライドの方をちょっとあの共有をさせていただきたいと思うんですけども。 これスライドを共有されてますかね待ったあ見えましたあ見えますちょっとお待ちください、ね、今スライドショーにな,なりましたあじゃあこれで進めようと思いますよろしくお願いします でまあ、私の方、まあ、臨床から見る景色ということではあるんですけども進まないのあ,あごめんなさい まああの私、今回、まこの科学さんの創刊の,の際にですね、ゲーム行動賞についてのお話っていうのを主にあの取り上げたんですけども、きょうはあのまあ倉田さんとの一首、格闘技ということで、もう少しそのゲームの枠からですねこう広げて、ですね、アディクション全体のことについてお話しできればというふうには思っております。 ただ、全く今回の発刊したあの内容から逸脱するのはと思うので、まあ、内容はその今回の執筆した内容に沿ってですねあのお話ができればと思います。で今回あの、あの本ではですね、まあ、ゲーム行動症のこう診断だったりとか、こう治療することの難しさ、まあ、これをこうトイの外来治療プログラムを交えてこうお話をしたんですけども。 まあ、あの今もですねあの、当院の方には多くの方が LINE、まあ、されるんですけども、まあ、そこでこう診断することのこう難しさにですねあの、まあ、直面することがあってですね、あの診断がつくにあの、こちらにスライドにあるように、ですね、まあ、メリットとして、まあ、これメリットと言っ,て言っていいのかってあるんですけども、まあ、本人がこう支援につながりやすく、あの ななるだけじゃくてですね受診とか相談にですね定期的に来ていただくことでその時きのご自身の状態っていうのを把握できる点もいい点かなっていうふうには思っているんですけどもただその一方でですねそもそも診断することっていうのが難しいからこそその場合によっては過剰診断からですね今はデンカル時代にもありますし今後本人が本人たちが生きていく中でもいわゆるデジタルタトゥーみたいな そういう存在になっちゃってるんじゃないかなっていうのも事実であって、まあ、そこからこう、じゃあ適切なこう治療関係がこう結ぶことがあのできるのかとか、まあ、そういうのをこう疑問に感じることもですね、あ,の、まあ、あります。で、まあ、アディクトのまあ1人と、まあ、あの本人がですね、まあ、診断されてしまった途端に、 結構のフローチャットのようなこうマクロ的なこう治療とかですねあの支援の流れになっちゃって、ですね、まあ、彼らにとってもです、ねまあ、本当の,その問題があの隠れてしまうっていうのをですねあの危惧しているようなこともあります。でもあの実際、診察室ではですね、まあ、いろんな理由であのいらっしゃる方がいるんですけども。 あよくあるのは、このスライドにあるようなです、ね、こういった状況ですね、あのまあ、家族とかにです、ね、まあ、半ばこう無理やり連れてこられた本人が、まあ、今は辞めることができてるし、大丈夫ですとあのお話しされてると、まあ、ただ、家族としてはまあ本人のこう、まあ、病識がないから、どれだけあの重症か、先生の方からも言ってやってくださいよとか、ですねあの教えてやってくださいみたいな、まあ、すごいけんでこでお話ししてこられる方もいらっしゃいます。 であのさっきのスライドでもあのお話ししたように、ですねあの、まあ、診断することのメリット、まあ、良い点みたいなのもあの挙げたんですけど、本人がやっぱその、まあ、自分の状態を知ることがあのできることを挙げたんですけども、まあ、果たしてこのような状況で,です、ね、本人にじゃあ診断つけても、まあ、じゃあこれでこう自分の状態をしっかり把握できるか、俯瞰できるかって言われると、まあ、それに関しては疑問かというふうに思いますし、まあ、そういう家族だったり、まあ、見えない、いわゆる圧でですね、 あいにこう診断をつけちゃう、まあ、つけてしまうと、やっぱりこうさっきの,あのデメリットの方が、あのまあ、私個人としては完全に上回っちゃうんじゃないかなというふうに思います。でまあ、無理にあの、まあ、診断をあのつけちゃって、まあ、その医療につなげようと、あのまあ、無理やりつなげようとする。まあ、どこかで あの問題が生じるんじゃないかなというふうに思いますし、診断をつけるかっていうのをう考えるときにですね、ああの私の場合だとこう誰のためのこれって診断なのかみたいなのをこう毎回考えるようにはしてるんですけども、この下のとこにあに、スライドの下にあるようにですね、診断がついて、じゃあ,あの安心するのは果たしてその本人なのか、それとも家族なのか、はたまたあの主治医なのかとかですね、そういうのを考えることで、 いわゆる診断をつけることに重きを置きすぎないで、あの表面的なこう関わりに周知しないんじゃないかなというふうには考えております。 さらに診察室とか病棟で私が心がけているのは、本人から見える世界を理解するということで、これ、この前の学会とかで育ったんですが、いろんなところで了解という言葉あを私は使っているんですけれども、一般的にこの了解というのは、自分の心に相手の話を映し取って解釈するということなんですけれども、やっぱり日常で考えると、了解がうまくできなく、 あのできないと、まあ、いわゆるそのジェネレーションギャップによるこう言葉についていけなくて会話が噛み合わないみたいなでそこからこう気まずくなっちゃうというそういう場面を考えていただくとこう分かりやすいかなと思うんですけども、まあ、そういう状況ですね。でこれはのアディクションとかでこう当てはめてみると、まあ、僕らってその薬物の使用とかですね、まあ、借金とかあのそういった経験がない中であの、まあ、お話をするんですけども。 まあそれはこう当然、相手の方もですね、いやいや、先生、経験したことないから、そんなこと言えるんでしょうとか、ですね本当に私たちのこと分かってんのみたいな、そういうのをやっぱこう感じちゃうと、ですねまあ途端にあの心を閉ざしてしまうというか、ですねまあこれは実際に経験したことがないから分からないでしょうっていうことも、スティグモもあるかと思うんですけども、じゃあ、だからといって、僕らもですね、じゃあ,あ、お酒で体壊しましたとかですね、薬物使ってみましたとか、ギャンブルによる。 借金してみないとですねじゃあ、そういう了解ができないのかって言われると、まあ、決してそういうことじゃなくて、まあ、経験がないからこそ、まあ、表面的にそのアディクションそのものの話をしすぎるんじゃなくて、もっとこう本人たちのこうバックグラウンドっていうのをです、ねまあ、聞けるような、まあ、そういう,こう自然なこう関係性を築きながら、そのまあ日常でまあ感じる生きづらさみたいなのを了解するこ,のことが、ああ個人的にはこう何よりも重要じゃないかなっていうふうにもあの感じています。 でそしてこの,あの、まあ、了解するってことが、やっぱりこう,うまくできてないと、ですねこう司法的対応にこう委ねようとか、ですねあのうちでは治療できませんみたいな、ですね、まあ、そういう状況になっちゃうのかなというふうにも感じておりますじゃあ、まああのまあ、僕らはその、まあ、診療とかですねあの、まあ、診察をするにあたって、どういうふうに振る舞えばいいのかっていうところなんですけれども。 個人的にはその結論として、まあ、いわゆるそのカリスマのようにこう特別な存在になりすぎないようにするみたいなことも重要なのかなっていうふうにもあの、ちょっと臨床の場では思いました。もちろん、そのじゃあ表面的な関係にならないというのももちろん重要なんですけども、あの一方で、じゃあそのお互いがお、お互いのその過剰な期待に応えすぎちゃうみたいなになっちゃうと、一種の過適用から、まあ、結果的にその まあお互いが疲弊しちゃったりですね、まあ、依存症のからの回復って、やっぱりこう長く関係性を続けるということが大事だと思うんですけども、まあ、そういったことがなかなかうまくいかない一因にもひょっとしたらなるのかなと、でまあ、やっぱりこう依存しすぎちゃう関係だと、まあ、その主体性だったりとかですね、あの行動変容とかにも、そういったところにもこう影響がひょっとしたら出るのかなというふうには思います、まあそこはちょっとあの倉田さんにちょっと後ほどお伺いできればと思ったんですけども。 個人的にはアディクションを治療できる場所っていうのはやっぱりまだ多くないと思ってだからこそどうしてもこの先生じゃないとダメなんですみたいに県外から受診するような一種の依存のような状況を作り出しちゃうようなことも現状としてはまだあるのかなとだからこそ現状として表面的な治療に終始しない誰もができるようなさらなる近点化みたいなのを目指す中でも まあ出てきてはあると思うんですけども、まあ、それ以前にまあやっぱり何よりも重要なのは、本人たちがです、ねまあ、背伸びせずにまあ長くあの付き合うことができる場所になっているかっていうのをまあ考えることが重要かなっていうふうには思います。で、あの最後にっていうところで、多分十10分ぐらい経つかなと思うんですけども、でちょっと喋ってばかりだと、あの今日は一種格闘技戦ということなのでですね、あのまあ、全く。あの まあ、クラウドさんとですね、あの、組まないわけにはいかないのでですね、まあ、これをお聞き、まあ、後ほどお聞きできればと思うんですけども、まあ、今日あの、参加者の中で、ひょっとしたら、その依存症を見たことがないっていう方も、診療したことがないっていう方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、じゃあ、どういうふうに、こう関、関わり方が、あの、まあ、長く関係性をこう続けられるかみたいなのをですね、まあ、そういうのを、こう、ちょっとお話しできればいいかなっていうふうに思っています。っていうのも、なかなかその依存症の、 治療まあ、精神科の中でもまだまだあのメジャーではないところもあるかと思うんですけどもやっぱ精神科の先生の中でもですねやっぱりいまだに司法的なこう対応を取る先生とか、まあ、たまにいらっしゃったりすることがあるかと思いますしでもじゃあそこじゃあなんでそもそも司法的対応を、まあ、警察に通報しますとかですねそういうことになっちゃうのかっていうのをあの私なりには考えたんですけども。 まあそのやっぱり医療従事者になる前からの,、まあ、そのスティグマのような、まあ、その情報みたいなのは、まあ、少なからず影響してるんじゃないかとうう思ってて、まあ、私もやっぱりそういうのはこう依存症の,この分野に入ってから知ったっていうところがあるんですけどもあの、やっぱりそういう、なんていうかな,、まあなんだろう、依存症から関わる前の情報っていうのも大きく影響してるのかなと、でそして、まあ、それに加えて、まあ、その依存症の治療がわからないからこそ、半ばこう、 治療補給みたいいなななななようう形になっちゃゃことともあるんじゃないかなとですねやっぱりそうなるとこうあの治療関係も減ったくりもないかなというふうに思いますし、まあ、でもやっぱりこう実情としてはその治療関係を築く上で、まあ、どういう関わり方をまあすればいいのかなと、まあ、逆にこう嘘っぽくなっちゃうんじゃないかなみたいなこれしちゃうと嘘っぽくなるんじゃないかなみたいなこともあるかと思うので、まあ、そういうのを感じながらです、ねまあ治療開始するあの先生もいらっしゃるんじゃないかなと思ってですね そこもあの考慮して、まあ、ダルクにあの、まあ、来られている方、まあ、たくさんあの見てらっしゃる倉田さんからも、まあ、見て、こういう関わり方をされると、まあ、あの関係性がうまくいってるな、いってないなとかですね、まあ、あればあの、まあ、教えていただけるといいかなって、まあ、そういう話ができるといいかなというふうには思っております。ということで、リー、まあ、先生パンチをした上でで、すねあの、私からのお話は以上となります。ご清聴ありがとうございます。 はい松口さんありがとうございました、えー、続きまして、えー、倉田さんのターンでございますじゃ倉田さんよろしくお願いしますはいどうもえっと大阪ダルクのディレクターの倉田芽馬と申しますあの今日はよろしくお願いしますえっとまあ雑誌に書いたんですけどもあまり何書いたんだっけって感じですが <laughs> あのえっと頭に思いよくあの まあ何年も前からよく私回復に殺されそうっていうようなことを言っててほんで去年もどっかの学会かなんかでその話をしたらですね質問コーナーでどっかのお医者様がですねじゃあ何ていうふうにあのあなたを回復という言葉の代わりに何ていうふうに言ったらいいんですかっていうふうに言われてですねそんなもん自分で考えんかいと思ったんですがあの つまりあの、まあ、そこが大事つまりじゃあ「回復」という言葉に自分は殺されそうになっててじゃあそれに代わる言葉をすぐ差し出せというふうに言われることに対する非常に疑問というかあのそんな簡単なものではないだろうと名付けられない、えーえー、その状態というのが今私の目の前にあって。 でそ、それで、ええー、いろんなあの言葉を模索している段階で、すぐ言葉を差し出せというのが、あの、おかしいんではないかというふうに、その時、あの、強く思ったわけですね。まあ、それぐらい、その、ある一つの言葉がですね、もう定着すると、こう疑わなくなって、それに。 自分自身を当てはめていくっていう,うそのことに対する嫌悪感っていうのはあの、まあ、私は薬物依存で4回、えー、精神科に入院してますけども、まあ、最後はあの OD とか自傷で入院したんですけどもそれで回復施設とか自助グループにつながってですねそれでミーティングを重ねるうちに、まあ、自分の,あの言葉をまあ取り戻していったわけですね。で えー、そこには、まあ、12ステップというものに基づいたいろんなあの回復的言語だとかあるいは仲間の、まあ、体験から、まあ、自分自身のことに気づいていくっていうとてもあの、ね、あの大事なあ体験だったんですけどもいつもどこかで何かを置き忘れているっていうあのそういう感じがあのこういつまでもあの拭えないままですね えーまあ、薬をやめていくことが10年20年30年と時間が経っていったわけですけども、まあ、それでもまだ何か起き忘れているような感じがするそれは初めてその精神科の,せあの,、ね、あの診察室に来た時も自助グループにつながった時も回復施設につながった時もその、まあ、依存症とか回復というその体系の中での言葉を与えられてで私もその中で言葉を覚えて自分のことを話せるようになったんだけど。 あのうん、違うっていうことではなくて忘れているという,うそういう違和感ですねで、えー、やっぱりあの違和感を感じるというのは非常に大事なことであの違和感を感じた時にやっぱり自分,自分の疑問だとかそういうものがあその違和感の中に集約されてるんだけどそれはなかなかいつまでもこう言語ができないことだったわけですね。であの回復にに殺されるいいうそそののの言葉にはいろんなそのあの まあ世の中でいろいろ回復という言葉が使われだしたそういう,こう,こう社会的な文脈の中での疑問というものもあるけども、まあ、私自身の中ではあの回復にあの殺されるというのは自分の,なんかあの表現が殺される、うん、新たにその言葉を与えられたけども私が本来あの持っていたはずの薬を使いながら持っていたはずの,あのだけどその薬を使っていると何かこう をこう目にした瞬間にですね、その世界が崩壊していくっていうのが薬の作用なので、そういう中で自分が感じたり体験してきたことがですね、やっぱりね、どっかなんか懐かしいとか、あるいはあの、ダルクとか新しくその薬をやめ始めたばっかりの仲間が持ってる、まあ彼らもそうで、あの、言葉を失っているけども、まだ他他のなんか薬の体験の中に、あのそれを原告されない何かが、 やっぱり眠っってていいいるるとととううのがここちらに伝わってくるということなんですよねでやっぱりそういうことがあのすごくいつもいつもですねこう気になっていたということですね。で確かにあのミーティングに出たりとかあの体験を話したりっていうのは一つの私にとっては自己表現だったんだけどもそういうあじゃあ昔薬を使いながらあの自分があ体験しててあの言葉にならないことはあれは一体何だったんだろうというふうに。 あの、思い出したときに、あの、それは、あの、一つは大きな感情だったんですね。で、ミーティングの中で、あの、その、自分の話をしながら、こう、周りで、こう、泣き出す人が結構いたんだけど、私はその感情表現というのが、何年経ってもできなくてで、感情表現できないということは、自分は回復していないのではないかと。まあ、そういうふうに思ったわけですね。で、その頃、やり始めたのが、あの、パフォーマンスアートという。 身体表現だったわけですね。それで、あのミーティングの中で30回以上喋ってるような話をですね、観客の前であの豆腐を10個ぐらい、えー、並べてですね、裸足の足で踏みつぶしながら同じことを言ったら涙が出てきたわけですね。であだから 身体を通す言葉とミーティングの中で話す言葉は違うんだという。だから、自分の,その表現というのを思い出したり取り戻そうとするときに、どういう回路の言語が必要なのかということをその時から考え始めたっていうのはすごくあると思うんですね。で、あの、OD のことを書きましたけど、あの、OD の人たち、まあ、女性が多いですけども、あの、大体なんか適応、 しようとしてる人ばっかりなんですねあ。あの、あの、世の中に適応しようとしてるけども、やっぱり、あの、それがもう耐え難い。だんで、だんだん、えー、あの、もう私もだから、とても管理されたり、感謝されたりするっていうのに弱いので、そういう秩序みたいなのに弱いですね。だから、あの、まあ、シンボルスカという詩人がですね、あの、秩序の地獄よりはね、あの、混沌の地獄の方がマシだというふうに、 ノーベル賞作家ですけども、そういう詩を書いてましたけど、そうなんですよね。だから薬をやめてって、何かあの秩序のところに戻っていくということに対して、あの、とても抵抗があるわけですね。そこにはすごく違和感があるわけです。じゃあ、そこにあの、私が感じるこう集約されていることというのは、どういうことなのか。 かとということですよねだから適応という言葉がありましたけどまさにその秩序だったあの世界というのは私をこう無理やり適応させようとするう、まあ、そういう,うところに帰っていかないと生きていけないしだけど私の本質は全然違う私はだからああジオグルーフにも行って仕事もして全てをあのやってるけど本当は夜中に一人になったらすごいリストカットがしたかったりオーディーしたいわけですよね。 で昔はそれができてご褒美ご褒美だそのご褒美があってアディクションというのは私にとって一つのご褒美だからご褒美があってほっとしたのにそのご褒美が与えられないというあのこの虚しさがずっと続いていくっていうことをどういうふうにあの私は処理してい,いったらいいのかっていうことがいつもいつもやっぱりこう頭の中にあってですねあの うん、だから、なんか生きてる実感っていうのが、そのやっぱりご褒美の中にあった、あったので、薬をやめていることの中の実感の中にはなかなかそれがあないので、えー、ということは、やっぱり、その、こう、もやもやした時にこう出口としていろんなアディクションがあったけども、薬をやめていくっていうことはそういう出口を封じ込められたということですから、じゃあどういう出口を新たにこう探していけばいいのかっていうのが、 まあそういうところを生きてるんではないかなっていうふうにまあ思ったりもねするわけですよね。はい。もう十本ですかね。十分です、ね。はい。はい。じゃそれで終わります。はい。ありがとうございます。えー、それでは大変あの興味深いお話お二人ありがとうございました。それではあの対戦の方よろしくお願いします。

あの刺激本人の刺激になるようなところには行かないでくださいみたいないうこととか、教科書通りですね、あるんですけども、やっぱりそういったのって、でもやっぱりあの行かないでくださいってなっても、行,行きたい気持ちもあるし、いや、それがやっぱり個性っていうものでもあるんじゃないかとは思うんですよね。でもやっぱりそう、いか、いや、刺激になるようなところに行かないでくださいで行きませんってなると、なんかこう個性が、なんか塞がれてるような。 感じじがすするんじゃなないかなとかとですまあそういうのもあの思いながらちょっと僕もあのなプログラムとかやったりすることがあるんですけどもそういうのっていうのはど,どういうふうに感じているのかなと思ってですねそうちょっと実際声を聞きたいなと思ったんですけども、うん、あのそれはあの例えばですねあの行っちゃいけないところに行く危ない自分がすごく危険な目に例えば性被害にあって、えー、だけどお またその危なっかしいい場所に行くってね。そんなあのそんな前、まあ、被害になったのにんで行くのっていうふうに言われるんだけどそれはなんか強烈な毒を煽った時にいきなりその毒のない世界に行けなくて少しずつ毒を弱めていくっていう行動がないとですねあのなんかあの自分の中でこうこう毒のない世界に行けないみたいなそういうのがある、うん 思うんですね、まあダルクなんかもそうでダルクはだからあの薬物依存というのが無秩序な世界だとしたらそこからその薬を使わない秩序ある世界に行くのではなくてダルクの中でまたあの薬を採用したらいろんなことをやらかしたりするっていうだから一つ一その薬物の世界の無秩序からもう一つの無秩序なあの 社会の中で容認されてる無秩序な仲間の中での世界に戻ることによってそこでワンクッション置いてからあの社会だとか秩序ある世界に帰っていくっていうそういうプロセスが必要なんだけどなんか誰かを回復施設って言っちゃうともうそこで薬やめてなんかバンバンじゃないっていうふうに <laughs> あの思われたら困るっていうかその今度薬やめてこう大変なその今までしんどくてもいろいろ薬で使ってたのが使えない。 世界で、えー、どんなどたばたやらかしてもあの大丈夫っていうか安心して具合悪くいられる場所がジジグループですからなんかそういうところが必要なんじゃないかなっていう感じがするんですけどねはいありがとうございますまあ確かにあのまあ単単純に僕もそのなんていうかまあダルクさんのとかという回復施設っていうことじゃなくてまあやっぱりそのまあそういうまあアディクションのまあ 物質だったりとかそういうものから、そういう人生とかですね、そういうものをもう一回ちょっと振り返ってみて、で、その秩序の中のっていうお話もされましたけども、そこからこう、なんていうかな、どういうふうに自分が、そこから先の生活とかを考えていくとか、そういうのも考える場所があるのかなと思ったんですけども、なかなかちょっと難しいとこは、すみません、うまく言語ができなくてっていうのがあるんですけども。 そうですね、だからまあいわゆる普通の生活で仕事をしたりとかあの恋人作ってあの家庭を持ったりとかあるいは子ども作って家庭を持つという,う、まあ、そういうことっていうのはあの、まあ、結構私もすごく憧れましたけど一方であのさっき言ったようにそのかつてそのご褒美のように薬とかリストカットをやっていたそういう自分一人で。 なんか本当に私だけがこの世界の中でホッとできるっていうようなのがどんどんやっぱり普通の生活の中で奪われていった時にあの、うん、とてもそのじゃあ,あのなんか回復して仕事して家庭があってっていうのが理想的な世界であったけどもそれが自分の居場所のようなに感じられないっていうようなところがどっかにあることをどういうふうにしていくかということがとても難しくってそこで 薬を何年やめていても、つまずく人はとても多いんではないかなと思うんですけどもね。うん。ありがとうございます。うん。なんかそんな。感じが。するんですよね。だから。その。医療での。診断。名っていうか、まあ、あの。あの。松口さんの。先ほどのお話の中で。なんか私も入院してましたけど。その。 なんかその興味のあることっていうかね <laughs> あの、うん、自分の主治医と興味のあることをお話しするところから心が開けていったっていうのがすごくあって14年ぐらいドクター変わったんですけど最後の先生あんまり診察らしい診察してくれなかったんだけどなんか診察室でなんか映画の話をし始めてなんか大学の時に映画,が映画学科に行て映画作ってたカメラの話になって私もまあ 当時、写真学校行ってたんで、カメラの話だったり、いくらでもできるんで、でそこであの毎回、なんか診察してて盛り上がって、病気の話はほとんどしたことがないという、やっぱりそれ良かったですね、うんうん、いや僕もなんかこう、よく思うのが、なんかむしろこう診察している、まあ、僕ら側もすごいこう、なんていうかな。 まあ勉強になるようになったこともいっぱいあるかと思いますし、むしろあの僕らの方にまあ逆にこう皆さんがこう気を使われていることとかもあるんじゃないかなみたいなのをちょっと思ってて、なんかこの先生話しやすいな、話しにくいなとかですね、やっぱりこうまあアディクション以外の話とかもまあできるような関係性というのが僕は個人的にはいいのかなとは思うんですけども、なかなかこうあのまあ全員が全員そういかないということもあるのかなと思ってですね、表面的な、やっぱりそうなるとやっぱ表面的な話で終わって、そこからこう、なんていうのかな。 こうまあ、治療も含めて、なかなかこう何でも話し合えるような関係性にはなりにくいのかなとはちょっと思ったんですよね。かといって、なんかこう、さっきもちょっと話したんですけど、ちょっと嘘っぽいような、こうちょっとあえてこう無理やり話題を作るような、そういう雰囲気作りとかだと、またそれはそれで、ちょっとこう、なんていうのかな、わ、まあ、かりやすいような、表面的な対応だなというふうに感じられちゃうのかなみたいなところもですね、思ったので、なんかそこはこう、 まあ、話しやすいというか、まあ、あのこれからこう依存症の治療をしますって先生方とかに対して、まあ、そういうこう,こういう雰囲気だったらこう長く関係性が続けられるようなあの人がいますよとかですね、まあ、逆にこういう対応だと、まあ、あんまりこう話したくないなみたいな、そういうのがあればちょっと教えていただければと思ったんですけども。はいはい、だからいつもだから精神病院は私2年間入院してたけど、全部で、あのいつもなんか元気になると、 やっぱり入院中だけどまた OD したりあのリストカットするんですよそれは自分自分身が患者でであるることを確認すすためですよねだから先生の前では患者でいなきゃいけないからあのそれもうやれなくなって元気になると自分がとても病院の中で不安になるんですよ。でリストカットしたりして看護師さんにやっちゃったって言ってまあ大変ねっていうに言いながら包帯巻かれてしたらホッとするみたいなね。うんでだからその そうで話するとそうなんだけど例えば看護婦さんがベッドの横に来てですね私が編み物してたら横で一緒に編み物する関係だと何でも喋れるみたいなうん、うん、だから横に座って話す話があるかみたいな、うんうん、面と向かうんじゃなくて横に座るあるいはまあ斜めに座るでもいいんだけど本当、うん、は真横に、ね、いて何か話せる話が どれだまあ確かにこうどうしてもなんだろう,こう対面とかだとこうちょっとなんか面接みたいな感じでこう話しにくいかなとあると思うんですけど、まあ、ベッドサイズとかでこうちょっとこうおな2人が同じ方向を向いてるようなこう話し方とかも、まあ、雰囲気だとやっぱりそっちの方があの話しやすいかなっていうのもですねあるかなと思ってですねそうですねだから対面だと私はよくあの何も喋らないこと,ことがあってずっともう 沈黙10分20分注目して「何も話すことないの?」って言ったら「ありません」みたいなのじっと下向いてっていう感じだったんだけどだ横に座ってて何も言わないいっていうのかそれぞれ別のことをしながらただ横に座ってるっていう,あのうんまあ例えば親しい友人とか恋人なんかでもそうかもしれないですねあの何か喋らなくても一緒にいれるっていう何か。 そういうとこから始まっていく、あの、心の交流みたいなものがやっぱり。あの、私は大事なんじゃないかなと思ってるんですけどもね。僕も今、あの、ブラザさんの話でも、まさにピンときて、いや、確かにそういう、まあ、パートナーだったりとか、まあ、話さなくても、こう。何か話さないといけないみたいな感覚にとらわれないような、そういう、こう、雰囲気っていうのは、やっぱり一番理想なのかなっていうのは、すごい思ってたんですけどね。そうですね。 だからそれが理想だからなかなか診察室っていうところではもうポジションが固定してしまっているからお互いにそのポジションの固定の中でのこう発話になっていくっていうのはとてもまあ残念ですとても残念なんですだからそういう意味ではお互い興味のある趣味の話とか興味のある話っていうのはそういう対面の関係性をちょっとでも崩す突破口にはなるのかなっていう感じはするんですけどもね。はい はい、ありがとうございます。それではお時間ですので、大変盛り上がりましたが、えー、第一ラウンドはここまでにしたいと思います。はい、どうもお二人ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい。はい、では続きまして、第二ラウンドに移りたいと思います。北陸 HIV 情報センターの西年夏栄さん対秋山病院の福田孝弘さんです。先行西年さんでよろしいですかね。 では、サイネンさん、お願いします。はい。えー、っと、金沢から発信、配信してます。サイネンです。よろしくお願いします。ソーシャルワーカーです。あの、せっかく楽しい話しようと思ってたんですけど、なんか何も考えてなくて、で、さあ、この土日に考えようかなと思ってたら、すごい雨が降っちゃって、あの、輪島と鈴が今大変なことになってるんです。 あの、テレビで皆さんご存知かもしれないんですけど、もう現地は電気も水道も止まってて、NHK のテレビもラジオも届かない状態でして、あの、一生懸命テレビの人とかいろいろやってくれてるんですけど、現地の人はテレビもラジオも見られないっていうような感じで。あの、私も何度か、まじます個別訪問に、あの、入らせていただいたんですけど、その行った先、行った先、四、何地区か行ったんですけど、その、 行った地区全部水没してしまってっていう感じで、なんかこう、自分の心が凍りついてしまってるような感じで、あまりうまく話せないかなっていうふうに今日は思っていますけど、あの、なので、あの、ぜひ皆さん少しでも、あの、能登の、あの、方に気持ちを、もし余裕があれば、向けていただけたらなって思ってます。これまでの支援にも、はい、感謝申し上げます。 はい。で、私は、総論で、えー、っと、なんだ、えー、っと、この社会の中で依存することの意味ということで、あの、お題をいただいたんですけど、<laughs> さあ、まさんは意地悪だなっていう思ってですね、<laughs> なんちゅう、なんちゅう無茶ぶりをこうしてくるんだって思ったんですね。あのー、結構大変でしたね。あのー、 海の苦しみというか、か、蠣の苦しみというんですかね。あの、大変だったな、というふうに言うのが、あの、えー、率直なところです。えー、っと、まあ、あの、これ本が出来上がって、佐久間さんが SNS で、何インディーズ系ロックに強い友達が録音してくれた聞いたことのない、活かした曲ばかりのミックステープっていうふうに、あの、この本を、あの、紹介してくれたんですけれども、 あの、私も、あの、他の人何書いたのかなって思いながら、あの、読んだんですけど、あの、まさに、あの、言い得て妙というか、本当にそうだな。別に私音楽は詳しくないんですけど、あの、まあ、とにかく、まあ、読んだこともない <laughs>、あの、面白いものばっかり詰まってたなっていうふうに、えー、思いました。えー、まあ、その、あの、まあ、読んだこともないものの一つに私のも入っていれば嬉しいなっていうふうに、ね、思ってます。あのー、 大変しんどい思いはしたんですけれども、あの、おかげさまでなんというか、あの、えー、こう、なん、なんかあれですね、あの、えー、こう、この、なんか苦しみ、この書く苦しみが、こう、途中からん楽しいじゃないですけどね、途中、途中はしんどかったですね。書き上がった後に面白かったなっていうふうに思って、まあ、私はもともとソーシャルワーカーになんかなるつもりは全然なくて、ものを書く仕事に就きたいと思ってましたけれども、 まあ、その仕事に、まあ、つか、つけずというか、つかずというか、ここまで来ましたが、あのー、まあ、四半世紀ぐらい経って、こうやって、えー、っと、ものを書く機会は、あの、いただいて、あの、本当に嬉しかったなというふうに思います。そして、自分が、なんか、書くことが好きなんだなっていうことに、改めて、まあ、気づかせてもらったかなというふうに、えー、思っています。 で、えっと、まあ、ちょこちょこなんか感想とかをいただくんですけど、うんとなんか、これは私の話だっていうふうに、えー、言ってくれた方がパラパラと言いまして、あ、そうなんだというふうに思いましたね。あの、大体、その、いわゆる対人援助職っていう仕事についてる人、ある、まあ、ソーシャルアーカーとか、そういう人から、あの、 私のこと書いてくれてありがとうございます。みたいなことを、あの何人かの人から、えー、言われました、えー。そうなんだっていうふうに思いましたね。なんか、あのー、うーん、まあその、なんて言うのかな。その、まあ、その表現することの、まあ怖さであったりとか、で、そこにこう、向き合うことがやっぱりしんどくって、 こう、まあ、安き道に流れるではないですけれども、まあ、ああ、というか、前例を踏襲するとか、あるいは、えー、自分の中にこう浮かんできたこう言葉とかアイデアを、まあ、飲み込む、引っ込めてしまうとか、で、こうあるいは勇気を持ってこう振り絞って声に出したとしても、まあ、小さなこう反発であるとか、 えー、あるいは詳しい説明を求められて、やっぱりいいですっていうふうに諦めてしまったりとか、まあそういう体験を、まあ現場の、あの、まあ、えーまあ、支援者と呼ばれる立場の人たちの、まあ少なからずが、あの、経験していて、えー、まあそこを共感してくれたんだなっていうふうに思うと、うん、まあ、ディクションに限らずですけれども、まあ人に関わる仕事に就く人たちの、 今抱えてる課題みたいなところは、そのあたりにあるのかなっていうふうに、まあ、えー、思いました。で、まあ、そこを、まあ、表現することってめんどくさいし、まあ、大変は大変なんですけど、なんで大変かっていうと、まあ、やっぱりその、自分で考えなくちゃいけないっていうところだと思うんですね。で、まあ、さっきもメバさんもおっしゃってましたけど、あの、 じゃあどうすればいいんですかってすぐ言われるんですよ。私も、こう、あの、研修とか、講演とかでお話ししても、なんか、あの、こういうんじゃうまくいかないですよね、とか、こういうやり方すると相手傷つけますよね、みたいな話だったらどうしろって言うんですかとか、あの、じゃあどうすればいいか教えてくださいよ、とか、今示してくださいっていうふうに言われるんですよね。なんか本当にもう今すぐそれを差し出せって言われる。あの、すごくなんか暴力的だなっていうふうにやっぱ感じるんですよ。 あのー、で、それを、まあ、やっぱり言う人たちって特に、あのーた、まあ、ポジションで言うと私より上の人たちから言われますよね。だったら君はどうする、すればいいって思うのとか、あー、だったら違う、こう、答えを出しなさいよっていうような感じで、えー、まあ、言われると。で、あのー、 そうなってくると、やっぱりどん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 こう自分が萎縮していくっていうのを感じるだろうな。で、ひどく傷つきますし。まあ、あの、だから、うんと、で、一方、私より、こう、若かったり、こう、経験が少なかったりする人っていうのは、あ,そあの、 あそうなんだと。多分私がそう、えー、言われてる姿を見て、あ、こんなこと言っちゃこんな目に合うんだっていうふうに多分学習すると思うんですよね。だから、あの、黙るということを、えー、身につけていくんだろうと思う。だから今私は、あの、もうなんかこんな年になっちゃって、だん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 ,だん、例えば地域の保健師さんとかソーシャルアーカーさんとかもみんなほとんど自分より年下になってきちゃって、だから、 あの、まあ、自分がされたことは人に住まいと思ってですね <laughs>。あの、考えるっていうのは一人でやるとすごく大変なんだけれども、みんなでやると結構面白かったりするんで、だから、あの、まあ、一人で考えるんじゃなくて一緒に考えようっていうのは、まあ、そういう年寄りになっていきたいなっていうふうに思ってる <laughs> えところです。なので、うんとまあ、あの、まあ、 あの、例えばですね、あのー、まあ、研修とか講演の依頼があって、も,うものすごいなんか、あの、カチカチの文章で、毎年同じ定型文みたいなので依頼が来るんですよね。で、テーマとかタイトルとかも、 あの、なんとか依存症の理解と正しい対応とか、なんか、全く本当に定型文で、毎年担当者変わるのに、毎年同じタイトル、同じ文面で依頼が来る。だから、まずタイトルを自分たちで考えるっていうところから、今始めてもらってるところです。もっと自分の言葉で書いてみて、どんな話が聞きたい、どんな勉強がしたいっていうことを投げかけて、ちょっとしばらくお時間ください。考えてみますって言って。そうやって、小さなことから自分の頭で考えて、自分の言葉で表現する。 っていうところをあのー、始めていくっていうことを今あのー、取り組み始めています。さっきあのメパさんがその言葉とか表現をこう取り戻す、あとあるいは埋もれてるものをこうつまびらかにしていくっていう話されてたかと思うんですけど、あのー、私たちもそういうあのー、こと今一つ一つあのやり始めているところかな。まあそんな話をこの心の科学にも書かせていただいたかなというふうに。 思っていますはい私からの話題提供は以上ですありがとうございましたありがとうございましたでは続きまして高校秋山病院福田さんお願いしますはいお願いいたします、えー、長崎から参加しております秋山病院の精神科医の福田と申しますちょっとスライドがあるのでちょっと共有させていただきます 見えてるででしょうかっりですはいえっ、ー、とすいません、スライドショーにならない。はい。えっ、ー、と、まあ、私が書いたところどれぐらいの方が読んでるかはちょっとわからないですが、私も一応書かせていただきました。で私はですね、えー、依存症、アルコールの部分で、まあ、予防というのを力を入れてやっているので、 予防という面で書かせていただきました。で、まあ、予防は本当私のライフワークというか、依存症の予防っていうのはこう、えーと、医者の立場ですね、精神科医で、えー、依存症を専門にしてて、その中でもさらにこう予防っていうのは、本当今後もずっとやっていきたいなと思ってるテーマで、それで書いたつもりなんですけれど、まあ、 他の執筆者の話とだいぶ私ずれたこと書いちゃったなーって不安になったりもしてですね。で、ここではその、まあ書いた内容でもいいし、その裏話でもいいっていうことだったので、本音でちょっと裏話を伝えていきたいなと思います。えー、狩猟が減ったら本当に依存症は予防できるのかというテーマです。えー ちょっとね、自分でもチャレンジングなテーマだなと思っておりますがで昔ですね10年ぐらい前にある人に言われたことがあるんですねあのちょっと珍しくてその社会学を専門にされてる方と知り合う機会があってでお酒の席でですね、まあ、人類がいる限り依存症はなくならないよって言われて猛烈にこうカチンときたのをすごく覚えてるんですね で、その時は、その、えっ、ー、と当、当時というか、まあ、私、その、ハッピープログラムですね、あの、お酒を減らしましょうというプログラムを習っていて、これは素晴らしいものだと、どうやったらこう世の中に広めていけるんだろうかっていうのを、こう、真剣に思っていた時期というかい、今も思ってるんですけど、まあ、そう考えていたので、 まあすごくこう否定されたような気がしたんですね。で、これ10年ぐらい前の話なんですけど、あのまあ、やっぱ今,今思うことですね、今思うことは、やっぱりその社会学者の方が言ったことは全くもって正しいことをおっしゃってたなと思うんですね。で、多分自分もどこかと当時もですね、どこかそこに気づいていたから多分、 グラグラってこう影響を受けたんだろうなとこう今振り返ると思います。で例えばですけど、まあ、皆さんもご存知のようにこう、中近東の国ではアルコールが禁止されているわけで,で、そういう国では確かにアルコール依存症の数は少ないでしょうし、だけど別に大麻とか他の薬物のですね依存症の方が多いわけです。まあ、その脱法ハーブと言われてた時もですね、 法律がこう追いついたからといって別にその、なんて言うんでしょうね、こう種類というか種目は変わるけど、トータルはそんな変わらないんじゃんっていうのも国内でも、えー、データとして出ているのかなと思います。で、そんな中でですね、やっぱり、えー、っと自分の話に戻ってこう書かせていただいたようにこう、おそらくお酒の量が減って、 お酒の健康障害ですね、肝機能とかが軽くなるとか、そういう人が一定数いるっていうのは事実だろうと思っているので、えー、今後もですね、お酒を減らしていきましょうという、そういうアプローチ、そういう方法を広めていきたい。このシーンでも今も全くブレてはいないんですよね。また <laughs> このアプローチの先に、えー、肝機能障害が良くなる人が一定数いたとして、 それで、えー、アルコール依存症、あるいはその他の依存症を含めてですね、依存症を持つ方が減るのだろうかっていう疑問はあります。あるいは、じゃあ、今の日本の問題は、その飲酒に対して寛容な文化、これもね、確実に問題があるとは思っていますが、じゃあ、飲酒に対する寛容な文化が変われば、依存症は予防できるんだろうか。 という疑問を、えー、実は持っています。えー、もう一つですねあの、精神科医の立場として、ギャンブル依存症の予防にも私、興味があります。えー、日本ではやっぱりギャンブル依存症の予防という視点はまだまだ不十分じゃないかなと思っています。えー、例えば、欧米だと、 えーとこう税収入の12%を超えてギャンブルをしてしまうとそれはこう危険なギャンブルですよみたいな基準があるわけですね。で日本はまだまだそ,のそういう基準すらないそのギャンブル依存症が何万人でとかあるいは借金してから相談に来るって方が多くて本当はもっとこう借金する前にですね あのエンゲル係数、ね、こう収入に占める食費の割合がいくらかであるとか、例えばこう家賃だったらこう収入の2割、3割だとかですね、そういう目安があるように、そのギャ日本において適切なギャンブルで全体の、ね、お金の中のいくらなのかみたいな、そういう考えも必要じゃないかなってこう、お酒から発展して思ってる自分と <laughs>。 費用は制限した方がいいと思うんだけど <laughs>、さっきのお酒と同じで <laughs>、じゃあ、適切にお金を管理する、できる人が増えたとって、えー、ギャンブル依存症の予防にそれは有効だと言えるんだろうかって思うと、やっぱり自分の中ではここもこ、こう、クエスチョンマークが残るんですね。なので、こう、まあ、個別の対象ですね。まあ、アルコールだけを制限するとか。 ギャンブルのお金だけ制限するっていうのは多分あんまり有効じゃないんだろうなって思ってるんですね。そしたらそのじゃ依存症全体の予防っていうのは可能なんだろうか有効なんだろうかその何に何かに頼るアルコールもギャンブルもとかこういわゆる世の中にある依存症の対象となるものが全部制限できたら有効だろうかっていうと多分そうでもないんだろうな っってて思ったりしてですね、まあ、だから接種指導がいらないというものでも全くなくてですね一部一部というか絶対やった方がいいことだと思うんだけれどもその先に何をこう目指しているのかその最初の社会学者が言った依存症を撲滅をこうポ,リオポリオじゃないんですね感染症みたいにですね世の中からなくすってことを本気で目指していくのかとかですね じゃあ、何かを制限するのではなかったとしたら、その依存症、依存を理解することが有効なんだろうかとかですね。でもまあ、100人いたら当然100人別々なわけで、じゃ依存を理解するっていうことは、結局ね、その他人を理解するっていうことと同義語なんだろうと思うと、まあね、人類相互理解が進めば、それはいい世の中になるんだろうなと思うんですけど、 なかなかあるいはね完全にみんなが理解し合うのも気持ち悪いんだろうなとも思いますしで最終的にですねあのまあ今予防っていうテーマを自分で書いといてこう自分で書いて自分で突っ込んでるって感じですけど、まあ、依存症とかあるいはその依存を抱える持つ生き方っていうのは本当にその予防すべきものなんだろうかなっていう。 もうちょっと言うと、その依存症っていうのは治療を必要とするものなのだろうかっていうところと地続きなのかなとか思うと、で、そうなると結局またブーメランが自分に返ってきて、じゃあ自分は何をしていったらいいんだろうかっていう、こう、いわゆる自分が診察室で病室で、病棟でやってることっていうのは何なんだろうかなっていう、こう、っていうことを、あの、 この特集号のですね他の執筆人の書いていて思ったことです役に立てなくてもせめて害を与えたくない足を引っ張りたくないそんな風に思って、えー、10分ですどうもありがとうございましたサイネンさん福田さんありがとうございましたそれではぜひお二方言い残したこともあるかもしれませんけれども含めてぜひ <laughs> 対戦をよろしくお願いします <laughs> どっちから喋るからいやなんか福田さんのこれ読んだ時すごいびっくりしてえそうなのみたいな感じであの驚いたというかあのなんで呼ぼしたいのかなとか思ったんですけど <laughs> で,でそれを今日聞こうかなと思ってたら先にあの 先手を打たれてしまったなっていうふうに思ってますけど, <laughs> ど。どの辺がびっくりしましたえ、なんか、なんだろう、ストレートにえ予防したいんだみたいなところですかね。そうね。予防はしたいんです。予防したいな。なんで予防したいんですかやっぱりその、私が普段診察室で会う方っていうのは、 失うものがたくさん大きくてですね、本当こう、ボロボロの状態で、本人もご家族も来られるので、もっとこうなる前にって思うのがあったりとか、あとはその職場の上司がこう、そういうハッピープログラムとかそういうのをやってたので、こう、触れる機会があってですね、あのあ予防ができればこんなにこう重症化する。 重症化が、ね、防げるんじゃないかというふうに思ってた、思ってる思ってたんですねでそ,のそれこそ、ね、最後にあのどこに向かっていくんだっていうところを <laughs> おっしゃってたかと思うんですけど、あのい今はどこに向かってる感じですか分んないですよね。その、うん 一部必要なことだとだ思ってるんですよでただそれだけで何もかも解決するわけではないんだけれど何だろうなまあでも少なからずやら今やってることをやめる必要もないしやった先にその依存症かどうかと関係なくちょっとプラスになる人はいらっしゃるんだろうなと思うのでまあ自分ができること まあ得意なことというかそこについてはこう10年ぐらいやってきたので多少のノウハウは詳しいと思うのでそれがまあどこかの誰かの役には立つと思って、まあ、それが今、うん、依存症に関係あるかはかちょっとねわからないなとは思うけれどまあでもね肝機能の数値が下がって喜ぶ人はどこかにはいるだろうと思うので。 まあそういう意味で、健康支援として、あるいはギャンブルも、お小遣いがなくなって困るよりは、お小遣いが残った方がハッピーな人もいるだろうと思うので、っていうところですかね。なるほど。ありがとうございます。なんか、今聞いてて、なんか、学生の時に、あの、私の大学ってお迎えが競馬場だったんですよね。なので、あのー、クラスに、まあ、何人か、 まあ、あのー、まあ、生活が破綻してる同級生とか、先輩後輩とかが <laughs>、あの、いて <laughs>、で、あのー、まあ、あいつはまた、とか言いながら、なんかみんなでもうしょうがねえな、とかつってご飯一緒に食べに行ったりとか、なんか、あのー、そういうことがあったな、とか、あるいは結構ね、あのー、まあ、治安のそんなによろしくないところで、あのー、それこそ、まあ、 ギャンブルでお金使い果たしちゃう人もいれば、風俗街でお金使い果たしちゃう子もいれば、みたいな、周りそんな子がちょいちょいいたので、なんかそれはでも、そうそうそう、なんか私の中で思い出みたいな感じで残ってたりもして。で、もっと言うと、うちの家庭っていうのは、あの、 昔ゴールデン洋画劇場って映画の番組あったじゃないですか。毎週土曜日に売かな。あれで、あれでなんか極道の,の妻たちとかよくやってて、あれを家族揃って見るような、あの、家庭だったんですよね。で、あのあ、私とか妹とかがこう、岩下島の、あんたら覚悟シーアとかを口真似したりとかしながら、 あの、今じゃ絶対放送、あの、されない <laughs>、映画だと、地上波では放送されない、あの、映画だろうと思うんですけど、なんかこう、あの、いろんな、こう、あの、タブーみたいなのが、こう、時代の変遷で、こう、変わってきて、こう、まあ、締め付けっていうのかな、ルールが厳しくなっていく中で、なんかこう、なんかこう、 なんていうんですかね。いろんなものが、これもな,な,ない方がいいかもしれないとか、これも少ない方がいいかもしれないって言って、まあなんか、あの、窮屈、芸術とか文化とか、そういった、あの、ところにも広げると、なんか、窮屈だなって感じたりもしているので、なんかその、予防、私も予防が、あの、 絶対役に立つ人もいるとは思ってはいる一方で、なんかその窮屈な世の中ってつまんなくなっていくのかなとか思ったりするんですよね。うち、あの猫4匹、今日はあんまり登場しないんですけど、猫いるんですけど、あの、それこそ社会学者の 岸正彦さんが言ってて、あの、何かっていうと、まあ、保護猫活動すごい全面的に支持してるんだけど、でも保護猫活動が完結したら世の中に野良猫が一匹もいなくなっちゃうと。そうすると、あの、野良ちゃんと道でばったり会って、なんかこう、なんかぬ濡れそぼった、 あの猫をあの子供が抱っこして家に連れて帰ってくるみたいなそんなエピソードもなくなっちゃうんだろうなみたいなことを言っててそう何かがこうなくなるあのっていうのはそういうことなんだなっていうふうに思ったりしました、はい、ちょうどその猫の話をしたら猫が来るという感じです <laughs> <laughs> まあ,あの、ね、何も完璧に全部あの完遂されるっていうことはないとは思うんですけど なんかそのあの良い良い面と窮屈になる面と両方かなって思った次第です。はい。だいたい十分、そうでもない。まだ時間ある。ではちょっとお時間になりましたので福田さん最後に大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。はい、<laughs> じゃああのさいにんさん福田さん。 ありがとうございます。はいありがとうございました3、はいえー、戦目にでは、えー、移りたいと思います、えー、次の対戦カードは、えー、自然精神医療センターの本村啓介先生先生じゃない本村啓介さんと、えー、三重ダルク市川武人さんです、えー、では先行本村さんからよろしくお願いしますあよろしくお願いします音声大丈夫でしょうか <laughs>、はい、大丈夫です えっとですねえー、っと、まあ、皆さんに混じってあの今度の心の科学に原稿を書かせていただいたんですけどもあの初めにお断りしなきゃいけないのは私はあの多分他のほとんどの皆さんと違ってあのアディクション医療アディクション支援の,あの専門家でも何でもないってことなんですね。えっとえーまあ、精神科医は高 あのこれ、たかたかじゃなくて、かれこれ、30年ほどやってるんですけども、あのまあ、最初ですねあの、1年目の研修先が、今勤めている肥前精神療養センター、あの当時、肥前療養所って言ったんですけども、そこで、えー、とあの研修の一環として、アディクション、アルコール依存の方、数名持たせていただきました。まあ、当時の病棟医長があの 村上勝財先生ですね、はい、ですけども、まあ、あの村上先生は怖かったからというんではないですがやっぱりあの、えー、依存症を、ま、専門には選びませんで、えーっとまあ、あと大学に帰ったり大学院に行ったりして、えー、その後は大学のスタッフを、えー、しばらくやっていました。で 大学病院っていうのはそのもちろん ARP、ね、アルコールとかアディクション専門のプログラムとかまずありませんので、えー、っとだから社外的にあの大事だということは分かっていてもあのここじゃ治療できませんと、えー、薬は普通効かないし個人精神療法もエビデンスがないとだからあのアディクションの人が来たらまあ あの専門家のところに行ってください、自助グループに行ってくださいということで、えーまあ、自分には正直あんまり関係がない話だというふうに考えながら、まあ、一般の気分障害ですね、うつ病、躁う,うつ病や、えー、あるいは統合失調症、えー、そういった臨床をやっていたかと思います。で、まあ、7年ぐらい前に大学を辞めて、肥前に戻ったんですけども。 まあ、その時もあの日々もちろん陸上やってるんですがあのとても医者がいっぱいいるところなのでちゃんとチームに分かれてて、まあ、当時役者部門のトップがあの福田さんですね今話された医局の,あの机が隣だったりしたんですけど彼がしっかりやってくれたりしたので相変わらず、まあ、正直他人事と,、えー、という感じで来ました。 他人事は苦手感ですね、まあ、でそうするうちに同じあの国立病院機構同じ系列病院のが型医療センターがちょっと人があの少なくて、えー、応援にあの行ってくれというような話になりましてでそう,こうするうちに2021年から3年間ですねい型の方に赴任してそれで、えー、と佐久間さんや、えー、安倍さん 保護さんとと一緒にに働くことになりました。で医者はとても少ない環境だったのであの自分の専門何,と何ですとか言える環境じゃないんですねそれであの、まあ、せっかく蔡型にも来たし蔡型の看板でもあるアディクションについてもちょっと勉強していこうということで関わるようになったんですが、まあ、いろいろあの教えてもらったり勉強したりするうちに あの自分がこれまでアディクションについて考えてきたことは本当にあの間違っていたというか理解が浅かったと自分が一般の外来で、えー、見ている中でもアディクションとして見てあげればあのもっと上手に付き合えた人があの何人もいらっしゃったということに遅まきながら、えー、気づかされました、えー、ですのででまあここの春からはあの 以前に戻ってるんですけれどもあのまあ正直言ってこ,うこの年から頑張ってですねあのこれから皆さんに負けないアディクション支援の専門家になろうというのはちょっとまあ無理な話なんですけれどもまあこういう経験がありますのでしあの再型との縁もできましたのであの専門医とえ専門家と非専門家をまあつなぐような あの立ち位置であのそういうコミュニケーションのお手伝いができないかなということを考えたりしています。えー、というのがですねあの前置きですね。それでえっとまあ一つの、まあ、自分の中でテーマとしてやってきたのがあの、まあ、精神医学の哲学っていう、まあ、部門があるんですけれどもまあ あのー、それにアディクションもですねアディクションの哲学みたいな本があったりしてそういうのをパラパラ読んでいくとあのブルース・アレクサンダーという人ですねあの例の,あのラットパークの実験をして、えー、あの漫画が翻訳もされてるような人なんですけどあの人が、えー、とあの理算議論というアディクションを社会の中で 考える理論というのをあの唱えていることを知りました。それであの昨年ですねあのこの心の科学のあのベストツー号だったでしょうか。それであの佐久間さんからまあ無茶振りの原稿の無茶振りがあったときにまああのそれその話をネタにして書かせていただきました。えー、でまた今回。 またあの専門医でも何でもないのにアレクションについてということで話が来たんで今度どうしようかと思ったんですがあの自分のもう一つの、えー、と研究テーマとして精神医学といいうのをやっていますあ,のある病院にですねあの古い昭和初期からの,あのカルテっていうのがずっとあの保存されてまして。 それをこうまあ歴史資料としてずっと分析してその当時の人のがまあどんなことで悩んでいたかどんな生活をしていたかそんなことをあの研究する仕事です。ま,あ、まだ論文一つ書いてないんですけれどもひたすらその調査をやっているというのがまあ自分のライフワークになります。そののの関連でそのえっとまあ明治大正昭和のあの日本の 社会の変遷についての、えー、いろんな歴史学者や社会学者の書いた本を読んだりすることがあったので今回はその、えー、とアレクサンダーの理算理論とその、えー、歴史学者や社会学者あるいは民族学者の書いた本と、まあ、ちょっと無理やり結びつけて書いてみたというそんな話になります。えー、っと それでまあ書いた紹介した文献としては、まあ、初めの方はあの最安国の東京ですね、まあ、19世紀の終わり頃にあの東京の貧民街に、えー、潜入して労働者の生活を追ったものですね、まあ、そういうところではもうすでにあの非常に質の悪いアルコール がガガンガン飲まれているその日暮らしの人たちがそういうことにはお金使ってしまうようなそんなところが書かれていたりします。まあ、その一方であの農村の方ではですねあのかつての伝統の社会の,あの、えー、記載宮本恒一という人が書いてるんですけどもあの本当にその昔の農村社会のことを読んでいて本当に驚かされるのがまあ 家族以外の人との人間関係コミュニティ全体との人間関係が非常に濃密であるということですねあの、まあ、教育といっても学校はもともとなかったし娯楽といっても,もうテレビとか映画とかも全然なかったわけでみんなその村の中で協力して行ってたわけですねですのであのそういう中で人々が子育って支えられてたのでながら そうすると例えば家族関係例えばどいわゆる毒親とかがあの人の人生に及ぼす影響っていうのは実はずっと少なかったんじゃないのか人間関係の結びつけるこうコネクションが非常に豊富だとあの今ほどですねあの家族から受ける影響は少なかったんではないのかなというふうに思いました。まあ、それがあの近代化とともにあのだんだん そのえー、人間関係というのは家族の中に閉じ込められるようになっていったというところを書きました。またその後、えー、と、えー、立身出世主義というものが明治の終わりぐらいから昭和の中頃までですね横行して、えーまあ、その中でお酒が出てきたりあるいは お酒のの位置づけがその後アディクションの位置づけが変わったりというようなことも、えー、考えてみました。でまあただまあそれを書くだけではなんか収まりがつかなかったので最後にこう、まあ、内的対話ということであの架空の症例とのやり取りっていうのをまあ何でしょうか、まあ、ちょっと洒落として書いてみたんですけどもまあ設定としてはですねあの、まあ、10代のの 二十、まあ、歳になるかならないかぐらいの OD 繰り返す子、えーとまあ、設定では軽い知的障害軽いコミュニケーション障害あるってことになってるんですけどもそこにこう、まあ、まるで私のようなアレクション医療に慣れてない、えー、医者があいあの担当してですねそれでその女の子に散々やり込められてあの何、ーえー、でしょうかあの えーまあ、絶望じゃないですけどあの、えー、お手上げというかですねすっかりもうどうしていいか分かんないような感じにやり込められながら、まあ、でも何とかなんとかしなきゃなと思ってるそういう手詰まりな感じというのを出せればと思って書いた感じあの文章になります。あのえーまあ、教科書的にに言えばですねあの、まあ、どんなな時にオーディーしたくなるのとか それ薬飲んでどんなふうに気持ちが変わるのとかそんなことを聞きながらちょっとずつその子の生活をえ理解していってまあ共感していってまあ可能であれば少しずつ有害性の少ないえストレス対処手段に変えていくというようなことになるんでしょうけれどもえとなかなかあのまあスペースの関係もありましたしあとまあ何でしょうか。 えー、治ったらどんなことがしたいですかとか、えー、どんなことが好きですかとかですねあのこれも思春医療一般では割と役に立つことも多いんですけどもこのアディクション系の人にはあんまり役に立たないという、えー、そういう印象を持っていますあの、まあ、そういうん、まあ、でしょうか手詰まりな感じを、えー、出,して出そうということで。 書かせてもらいました、えー。ですので、まあ病気未満のアディクションというよりは、あのまあ専門医未満とアディクションという感じだったかもしれませんけれども、あのえー、っとそういうことを考えて書いた文章になります。はい、私からは以上です。はい、ありがとうございました。えー、っとそうしましたら、えー、っと高校市川さんお願いします。 はいよろしくお願いします、市川です。えー、っと、僕は病気未満っていう言葉を、その病気っていうのはその医学概念みたいな、医療概念の外で捉え直すっていうような意味で、まあ、受け取って、なんかつらつらと書いたんですけど、先週末あの、アルコール関連問題学会っていうところに行ってたら、まあ、ある有名な先生からあの、私も市川さんももう古いと。 こう、あの、声をかけられまして、で、なんだろうな、こう、リタイアの仕方を誰か教えてほしいなと、あの、今、考えています。っていうか <laughs>、この間、書いた本は全然売れないし、ある学会に提出した論文はリリリ、リジェークとされてですね、全然前に進まないんですよね。で、自分も確かに次に何やろうかなってこう考えてるけど、 そんなに簡単にあのスルスルと前に進むってこともできないなって思ってます。で、最近アディクションに関して言うと、そのリアルとバーチャルっていうことをすごく考えるんですね。で、リアルのワールドで、その中にこう自分の肯定的な自己イメージを、まあ、確立できない人の、まあ、帰りっていうふうにまあ,あの理解をしてます。で、その 肯定的な自己イメージが立ち上がらない理由っていうのをこうやっぱ社会通念に依拠してっていうか社会通念まあその世間一般とか普通とかなんかそういうフィルターを通して自分を捉えようとした時になかなかそれが肯定的に見出せないっていうことかなと思っててそれは例えば暴力を受けるとかトラウマとかセクシャリティナショナリティまああのいじめ否定障害 何でもあると思うんですけどそれらがそのアノミーというか、まあ、としてアディクションとしてまあ出てきてるんじゃないのかなと僕個人はそういう捉え方をしてるんですねであのアディクションがその自己治療だってことは最近盛んに言われるんですけどだとしたら回復の営みも基本的には同じ方向というかベクトルにあると思うわけなので、まあ、自分を救い出そうとしてやってることなのであれば回復だって リカバリーだって当然そっちの方向にあるわけなんでアディクションをどうにかするとかその抑えるとかやめさせるとかそういう抑圧的なことをしたら回復の力が削がれてあのむしろその力そエネルギーさえ奪われちゃうんじゃないかなっていうふうに考えています何年か前にあのミエダルクがあのライブハウスを手に入れたんですけどいわゆる飲み屋街の えとど真ん中にその地下にあるところにライブハウスがあるんですけどこれいわゆる何だろうな、まあ、あるテキストワークブック的に言うと再発のトリガーですよねそういうところに近寄らないことが大事でそういうところを避けることを学習する知恵として学ぶみたいなことをみんなあのいろんなところでやってると思うんですけど実際このライブハウスのせいで再発した人っていうのはあの見えだるくにはいなくて。 むしろあの7割8割ぐらいの人は元気になっていく感じがします。それはやっぱりそもそも地下にあって階段を降りていく暗,暗闇に吸い込まれていくっていうことが燃えるというかあのそこにこそ何かがこうある高揚感がある背徳感がある健全とか常識とか親とか先生とかなんかそういうものを背に置いてですね自分が自分で決めてその階段を降りる時の そのなんだろう、リスクも含めて何かをちゃんと背負う感じとか、まあ、それがあの感じられる場所だっていうことと、それから、あのまあ、もちろん一部の人にはすごくなじみの場所だっていうこともそうなんですけど、意外とそういうところにあの行けなかった人も多くて、なんだろう、世間でいうところの外れた行為をしたいけども、したことがなかった人にとっては、ある種の憧れの場所にもなってて。 あのギターは弾くけど、えー、と基本あのぼっちなんでバンド組んだことがないとか人とやったことがないとか人前でやったことがないという人もそこでデビューを果たしていくだからあの僕にとってはそういうことが感覚的に感じられる人が今あのミエダルクに集まってるなっていうことを感じたんで、まあ、ちょっとそのことを書きました。で 回復っていうか、まあ、今回復って言葉自体が、あの、メバちゃんも言ってたんで、議論されてるとは思うんですが、そのリカバリーってこう、それまでの自分をどうしても肯定的に捉えられない文脈を背負ってて、それを読み、読み替えられる文脈と出会うことだったんじゃないかなと思ってます。で、それがいわゆる僕らというところの仲間との出会いっていうものだし、あの、かつての当時の30年ぐらい前の、ダルクのスタッフの人たちって、なんか僕にとっては、 ある種の文化人のように見えて、すごいオルタナティブなですね、カルチャーの、ある種の先端行ってる人たちのようなこう感じがしてて、すごくその、なんだろうなあの、憧れたというか、だからダルクのスタッフになれた時すごく嬉しかったですね。なんかその一つになれたような気がして。で、実際、あのダルクのスタッフになったことで、あらゆるカテゴリーに沿ったあり方とか、 生き方みたいなものを問われずに住んだっていうのはすすごいいラッキーだったなと思いますもう2030年近くあのこの仕事してますけど結局僕はね長いこと三枝君の代表でい続けたんですよね。でそれって回復が続くとか一つの場所にいられるとか言うんだろうけどそうじゃなくて、まあ、どう考えても僕をクビにできる人がいなかったんですよね僕が代表だから。でそういうそのなんだろうな僕にこう何かの規範に沿った在り方を要求してきたり。 それを通して批判したり、排除しようとする力と出会わずに済んだということは、ものすごいあの強かったなって思うんですよね。で、ここからはちょっと微妙なんですけど、これ、アカビ残るんだよねあの。あんまりね、最近、ダルクの詰まりとか言っても、あんまり癒されないっていうか、正直ワクワクしないんですよね。まあ、自分のとこもそうなんですけど、その運営的なもので、なんだろう、福祉。 あの施設の枠にあの入ったりするとなんかこう言葉がねいやゆせなんとか訓練とかなんとか型自立支援みたいな話になってくるとなんか2年のプログラムとかその後はなんとかのとかねなんか社会スキルの獲得とかそれっぽいことをこう言うんだけど正直なんかそのプログラムとか支援計画とかモニタリングっていうものの中からこう ひょうたんから駒が出る気が全くしないっていうのかな。あの計画を超えたところ、あのアディクションその、自分の自己イメージをこう裏切れなくなる、なんか自分の中に自分の居場所がなくなって、さらにその自分の自己イメージを自分がこういい意味で裏切っていけるイメージがこう持てないわけだからこう、あんまり常識的なことをしてても。 息が詰まることはあっても自分を解放することってあんまりできないと思うんだけどその支援の計画立ててモニタリングするっていう行為がそもそも絶望的に合ってない気がしてますでもいろんなところの,あのイベント行くとあの利用者という言葉が飛び交うしそのなんだろう支援という言葉がやっぱ飛び交うんですね、まあ、同時に最近息づらさとか 寄り添うとか支援とか,なんか立場を超えてみたいなワードがいっぱいあるんですけど、まあ、正直僕にはどれもあの心地よくないっていうかあのそれは病気ですとか言われるといやなんか自分らは生きづらさがとか自分らが使う分にはいいんですけど人に生きづらい人たちだとかくくられるとなんか嫌だしあのなと仲良くなってほしいと思っても寄り添うって言われると寄り添ってほしくないし。 支援するって言われると支援されたくないんですよね。で、立場を超えてって言われるともっと嫌で、立場あるんかいっていうか、まあ友達と付き合う、まあさっき言ったように、例えばセクシュアリティとかナーショナリティとか、まあいろんな友達いるけど、その彼らと別に立場を超えて付き合わないからね。そういう、なんかことはすごく嫌です。で、で、最近、むしろね、こうちょっと病んでる専門家といる方が楽しいなっていうか、 あのーまあ、病んでる専門家っていうのがどういうものかっていうのはちょっとあれなんですけど、なんだろうな、自分の周りにいて、ああ、そうそうそうって、何か共感したり、共有できる、まあ、専門家と言われてる人々の中にも、なんか明らかにね、その何か共有できる人っていっぱいいて、それはかつて僕があの入院とか退院を繰り返してた依存症者の時代だと多分かなわなかった。 ことなんですけど、それが回復者っていう段階に移って、資格取ってソーシャルワーカーになったり、まあ今、大学院でずっといるんで、研究者友達とか、そういう人の中には、むしろ、なんかこう今、僕にとって仲間っていうような感覚の人がいっぱいいるっていうことは、ちょっと感じるかな。そう。で、まあ、そうですね。今回は うんまあ、病気、依存症、30年ぐらい、斉藤先生がアディクションとか、あの依存症は病気ですと言われると、すごい救われた感じがしてね、なんかこう、うん、自分がこうあちこちこ、う何の根拠も知らずにですよ、あちこちに依存症は病気なんですって言って回った記憶もありますけど、今、あんまり言いたくないんですよねあの、依存症は病気なんですよっていうのを聞くと、いや、病気じゃないんじゃないですか <laughs>。 っこうなんかこう言いたくなっちゃうっていうかはいまあそんな感じですかねはい以上ですはいはいありがとうございましたそれでは、えー、本村さん一川さん両者リングに入っていただいて、えー、10分間の対戦をお願いしますあっとど,どうしたらいいですかね <laughs> えっと、先ほどの倉田さんの話もそうでしたけどあの倉田さんや市川さんの話を聞いてやはりあのアディクションというのはその透明に見るとその、えー、使ってるものの方が目立ってしまうものを使ってるか使ってないかというところだけで判断してしまうんだけれども実際にはその、えー、何でしょうか周りの人の あの評価とか期待とかそういうものに対してとてもあの過敏で、えー、いらっしゃる、まあ、そのためになんかいろんな,、あのー、なんでしょうか苦しみというのが起こっているのかなというふうに、えー、読んで思いましたでまあ私の書いたこととの絡みで言えばその他人の、えー、評価や期待というのはその かつての村単位で生活してた時代と今の家族単位で育つ時代とではどう変わったのかなというのが知りたいところです。でまたその治療にですねあのダルクとかそういうコミュニティですよね。あのえー、家族の外にそういうんでしょうかあの会社とか学校とかそういうんではない。 一緒に生活するコミュニティというのがあの治療の場治療の場って言っても語弊があるかもしれませんけど生活の場としてあるというそのこともとてもあの興味深いと思いましたはいはいありがとうございますはあのさっきね始まる前のちょっとした打ち合わせでなんか注目の第3ラウンドとか言われてすごいもう ピピリピリに緊張してて <laughs> あと本村さんの原稿を読んでなんかこの哲学的なねこれ読んではい、えー、と思ってなんかお会いしてみたいなと思ってたらまさか対談相手になっちゃったんでちょっと緊張してるんですけどいやこちらこそです、はい、僕の質問ちょっといいですかねはい、はい、なんでこうひあの今日ひげひげ率高いんですけどわ割とアディクションひげ率高が肥前の人 比江島さんもそうなんで、すなんかひげ、これなんかあるんですか、ひげが、ひ,ひげ生やすんですかね。<laughs> あの、自分の場合はコロナになってからですね、マスクをはめるようになったんで、あの、なんていうか、えー、そういう中で、ちょっと、えー、旅行の時に、かみそりを忘れていくことがあって、まあ、そのまま生やしたという、そんな流れになりますけど。 あそうでした。すみません。いや、まずこそそうなんですけど、<あ>なんかひ、ヒゲ率高いなと思って。あ、あの、ヒジマさんになんかコメントしてもらいたいところですね。<laughs> 今,今、ラウンジからでちょっと声が出せません、ね。また後ほど。<laughs> いやまあど,んなどんな方かお会いしてみたかったってうんですけど会ったら緊張してしゃべれないんですけどあいえいえいや,いやもう先ほど申し上げた通りそんなにアディクションのことはもう全然未経験だったんですけどああそうですねじゃあ私からお聞きしたかったあの最後たあの,の経験でもですねその本当にアディクションを知らない間はとにかくあのアディクションなんだから事情グループにつながってよっていうのがです正直 非専門家の本音なんですねじゃないと薬効果のある薬も出せないし面接しても役に立つこと言えないよっていうところが再型であの久々にアディクション腎症やってみるともちろんつながってる人もいっぱいいるんだけどそういう集団自体が苦手だとむしろそういう人の中に入るのが苦手だからこそいつもストレスを感じてきて。 それでアディクションになっちゃったというような人も決して少なくないということを経験したんですね。<laughs> えっとその点についいて何かかかでしょうかお考えあったらお聞かせください、はいまあ、僕自身はそのセルフヘルプとかジオグループの特にミーティングは割とあったっていうかその語り直しみたいなのはすごくある時期。 役に立ったんで、割とまあ万能なものと思ってたんですけど、やっぱり5年、10年だるくやったあたりから、この加害性っていうか、例えばあの知的障害で、その言葉をこう受け取ったり、置き換えたり、自分と照らし合わせたり、自分から取り出したり、切り取ったりっていうのが、決して得意じゃない人もいたし、なんかそういう人たちが一律、なんかアディクション、依存症って診断のもとに、そういうものがあてがわれたり、 その中で自分を立ち現せるのが回復みたいなことがすごい加害,加害性があることだと思ったので実はそのあの今で言うのを副連携みたいなことを積極的にやったりそのお弁当屋さん自分たちで始めたりとにかくそうじゃないアプローチをもう15年ぐらい前からやり続けてきてるんですよね。うん、おっしゃることはまさにそうだと思っててむしろそのことがその人を抑圧したり追い込むのであればそ,それはハームだと思うので僕はやっぱり。 あのやるべきじゃないと思ってだから三重ダルクの中には、需要グループのミーティングに行ってない人もいる、統合失調、妄想がいっぱい頭がね、情報が増えちゃって、整理できなくて、辛くなっちゃう人もあの行かなくていいわけだし、そういうのはもう本当、一人一人、別でずっとやってきてるんですけどね。ありがとうございます、えー、そういう流れの中で、また今、改めてなんか、依存症という病気が、なんか作られるとしてる感じがちょっとして、なんか嫌なんですよね。 <laughs> はいうん、なるほど、はい、あと面白い話、ありがとうございますあとその時代っていうことでいうと、なんか80年代から90年代、例えば経済が強くて、社会はそこで人々が包摂されてる時代と、うん、今みたいになんかそこの中にあまり希望が持ちにくい、うん、あと,あとまあ家族関係がその、まあ、地域ですね、あの遅延があの切れていって、それ家族構成の,あの形態も変わっていくわけじゃないですか。 ね、当然その人の存在っていうものが全く変わってくる中でそのアディクションの意味するところってのはも確かに違うと思っているので、うん、最近まあ特にギャンブルとかゲームの人たちが増えていてその人たちの関わり強くそれを思うんですけど本村さん的にそれ何かもう一言踏み込んで分かりやすく教えていただけるなら聞きたいんですけどいやいやそんなに分かんないですけどもえっと何でしょうかあのうん なん今世紀に入って一番大きな変化はもともとのアディクションですね、あの物質とかあの行動刺激とかいう、それに加え,加えて、インターネットというですね、あのリアルとネットっていうのが、区別というのが入ったことじゃないかなと思ってます。まあ、まあ、誰でも言えることなんでしょうけど。うん そうなると何でしょうか特にその中で育つ人たちの,あの心っていうのはそうじゃない私たち世代とどんなふうに違うのかっていうのをちょっとあの、うん、想像がつかないとこですね。その辺は後でその,あの何でしょうか、まあ、比江島先生とか思春期病棟されてますんでその辺また教えてもらえたらと思います。はい そうですね、なんかそのリアルとバーチャルっていうのが今のキーワードだなと思いながらここ何年かずっといるんですけどなんかリアルしかなかった僕なんかも子供時代ずっとそうなのであの大人になるまでなかったのでバーチャル空間っていうのは、うん、当然なんかそ,のそこにずっとあのいる人たちは、まあ、ある言葉の悪いもっと僕より上の世代の表現を使えば現実逃避にも見えるけれども、うん、決してそういうわけではなくて彼らはその時間の中間,間違いなく生きてる。 だからそこの行き来、今回の学会あの、アルコール関連問題学会でもずっとそのことが、ずっとって言いながら1日しかいなかったんですけど、1日、人の話を聞いた限りではあの、そこのバーチャルとリアルの空間の行ったり来たりの,その話がずっとあの持ちきりだったような印象はあの受けたんですよね。なんか 動画で配信してるときだけはテンション上がって、死にたい気持ちがなくなるとか、そんなふうに言ってる人もいましたね、そういえば。うん、<laughs> そういったやっぱり、害の,の面とあ、でもメリットの面と、両方複雑に絡み合ってるのかなというふうに思いまたら、まあ、肯定的な事故がどこで立ち上がってるかっていうことが、過去とちょっと異なる感じになってきてるのかなっていう。うん、はい そろそろ時間ですかね。はい、ありがとうございました。はい、はいえー、まだまだ聞いていたいんですがあの時間ですので、えー、お二人の対戦はここであのはい終了としたいと思います。えっ、ー、とそうしましたらあのここで、えー、あの5分間の休憩に入ります。えっ、ー、と今が39分間じゃじゃあえっ、ー、とここで一旦休憩して45分から、えー、再開したいと思います、えー。では皆さん一旦休憩しましょう。休憩をそろそろ。 切り上げていただいてと言っても皆さんぜひリラックスしてお話を聞いていただきたいと思いますが <laughs> 第4ラウンドに移ります西型医療センターの大越拓郎さんと南魚沼市福祉事務所の高野正秀さんですでは先行大越さんよろしくお願いしますはい西型医療センターの大越と言いますよろしくお願いします ちょっと私の方は、えー、っと、スライドありますので、共有します。えー、本当、自分って真面目にスライド作ったなと思ってます。<laughs> ね、スライドを <laughs> 作ってない人は結構いらっしゃるので <laughs>、びっくりですが、私は昨日夜中、頑張って作りました。<laughs> <laughs> はい。えーっと、映ってますでしょうかね。 はいえー、とリスカ、オーバードーズ、パパ活にはまってますけど何かっていうタイトルであの今回執筆させていただきました。えーとまあ、そ執筆しながらこう考えたこととか、えーまあ、執筆した内容も含めてちょっとお話ししていきます,、えーとですね。いただいたタイトルが最初これだったですね。ちょっと,あの、えー、と完成したやつはタイトル変えましたけれども。 処方薬、市販薬、リズカ、パパカツ、SNS にハマってますけど、何かっていうタイトルをいただきました。これ、私が考えたタイトルじゃなくてですね、なんか知らないけど、このタイトルを、えー、いただきましてですね、な,なんでこう自分がこんな挑戦的なタイトルをもらったんだろうっていう、すごい謎なんですね。ちょっとあの最初に依頼いただいた時の、えー、とねの文章があるんですけどね、結構、こういうタイトル、私だけなんですよね。あの 福田さんのタイトルは最初はアルコールとだけ書いてあって、倉田さんは処方薬、市販薬、えー、西村さんギャンブルとかっていう感じで、結構幅広い感じのですね、なんか私のだけなんかもう結論決まってるみたいな感じのタイトルですね、すごく悩みました。でも、まあ結果的にはこのタイトルだったから書けたというか、えー、かなというふうに思ってますね。あそれでこのタイトル、 いいただいてちょっと皆さんどう思うかわかんないですけど、あの処方薬、シャン薬、リスカ、パパ活、SNS、ここまででいうと、なんかもう私はちょっとト横っていうのがすぐ頭に浮かびましたね。なんかそれしか思いつかない、もうそれを題材にして書こうかなと思いました。あのた実際、まああのえっと私、心理師ですけど、病院で患者さんと、 えー、こういうね処方薬や市販薬やリスカやらパパガツやらにハマってる患者さんと会うこともあるんですけれどなんかそれを書くよりはですねなんかちょっとこう今話題になってる東横のことを書いたりとかした方が面白いかななんて思って、えー、書き始めましたもう東ー横でを題材にしようっていうのを決めました。 もう頭の中、こんなこ感じでしたね。東洋語行ったことありませんけど、何かっていう感じでしたね。はいあのまあ、ただですねあの、行ったことないなりのことをちゃんとか書いたかなというか、あのまあ、そういう,こう部,部外者としての視点をどう持つかみたいなことを、えー、内容としては書けたんじゃないかなというふうに思っております。でですね、あのどういう内容を書いたかっていうのを読んでいただいた方は、あの えー、も,もう分かってるかもしれないんですけれど、2人の人を登場させたんですね。で、A 氏と B 氏っていうのを登場させて、A 氏の方は、もう全然、あのーえーと、専門家とか医療職とかの方ではなくって、SNS か何かで、トー横の様子を見てて、なんかもうすごい異常だな、これはっていう感じでこう、ト、えー東横のその東横キッズと呼ばれる子たちとの間に。 線を引くっていう感じ、これを、まあ、あの拒絶っていうふうに名前をつけて、えー、書きました。で、もう一方の方ですね、えー、B 氏の方はですね、えーと、心理師っていう位置を設定にして、えーまあ、こういう子たちっていうのは、まあ、虐待を受けてるに違いないとかですね、えー、だから今、乖離しているんだとかっていうふうに、えー、決めつけるような視線をこう投げかけていると。一見こうなんかあのー そ,その人に寄り添っているかのような、共感的であるかのような感じなんだけど、結構こう決めつけを行っていて、でこれをこう勝手に輪郭線を引く視線で、えー、暴力なんじゃないか、暴力的な視線なんじゃないかっていうふうにこう、まあ、なんか言ってみればこうせ専門家的な視点をうんと、まあ、私なりにちょっと批判したみたいな感じの内容を書きました。 はいでまあ、そういうことを書いたのは、ここに書いてあるのが、まあ、私が書いたことの結論なんですけど、まあ理、理解しようとしないことも罪深いんですけれども、それ,それ以上に勝手に決めつけて、えー、理解したつもりになることの方が、まが、あ、よっぽど暴力的なんじゃないかなと、うん、そういうような結論を書きました。まあ、そういう内容を書いたのは、あのえっ、ー、とですね。 今年の3月ですね、さいたた医療センターの方に西ンさんがいらっしゃって、えー、フォーラムの中で講演してくださったんですけど、まあ、そこでもなんかそういうお話していたというふうに私は理解してます。その時もも、の今日いらっしゃる倉田さんの言葉とか、市川さんの言葉を引用してこうな、なんかこう、医療者とか支援者側が勝手にその人たちの、えー、生き方を規定するのは、 違ううだろうっていうようなお話をされてたのでそれにすごく影響を受けた内容かなと思いますしあともう一個はですね今回あの今日いらっしゃってないですけれど心の科学の中でもあの田中和彦さんが、えー、書かれてますけれど問題解決しない事例検討会っていう、えー、まあうんとこれもその人をこう決めつけるんではなくっていかに理解するかっていうようなそういうこう、えー、営みなんですけれど、えー、まあそ,それにもすごくこう えー、影響されたというか、インスパイアされたというような内容を書いたかなというふうに思っています。はい。でですね、ちょっとあの、まあ、実際その A 氏の方も B 氏の方も、あの自分自身がモデルだなというふうに思ってます。あの、結構私もですね、SNS 見て、えー、なんかこう、若い、 人たちが動画を投稿してるのを見てですね、な,なんかもうわけわかんないな異常だなと思って思っちゃうことやっぱりあるんですけど、うん、はい、とか、あとはやっぱり、あのー、これは良くないなと思ってこうじ、あのー、じ自戒してるというか、自分への戒めでもあるんだけど、やっぱりこう、なんか、えっ、ー、とー、何でしょうねこうせ、専門用語でその人をくくってしまうというか、 とかかかこううう類型化してしまうっててまままっいうかですね、えーなまあ、まあ,あの例えばですけど、アディクションの人がいたらなんか絶対生きづらさを抱えてるんだろうなっていう、もうそういう前提で関わってしまうみたいなそういうところがあったりするので、まあ、なるべくそういうふうにしないように油断すると。ですね みたいな部分とか、B c みたいな部分が出てきちゃうっていうところはあるので、えー、そういうことのないように気をつけながらあの関わっていきたいなと思ってて、あの今回、こういう文章を書きながら改めて、えー、自分に言い聞かせたというところです。最後、あの全然関係ない話なんですけど、今回、この執筆してる途中で、あ,のある本を読みました。あの 違う出版社の本ですいません、<laughs> 反則かもしれないですけどあの、金原ひとみさんっていう小説ですね、蛇、えー、にピアスとかで芥川賞を取った方の作品で、この中にですね、あの結構、ま、病気未満のアディクションみたいな人たちが結構出てきてあの、すごく面白かったので、おすすめしたいと思います。何の関係もない話なんですけど、でも、なんかそ,その登場人物の人たちを、 決めつけずにですね、ちゃんとこう個人としてあのリスペクトしながら、えー、書いてる小説っていう感じ、すごく面白かったので、えー、お勧めしたいと思います。はいい以上です大越さんありがとうございましたでは続きまして、高校、高野さん、よろしくお願いします。 はい。映りましたかね。はい。あれ、ありがとうございます。えっ、ー、と、南魚沼市役所というところで働いているような気がします。高野と言います。よろしくお願いします。えっ、ー、と、アーカイブ嫌だなぁと思って <laughs>、一回でこう消えてなくならないと思うと、バイアス、 がかかるなと思って、ちょっと嫌だなと思っていますが、まあ、こういう条件なので、えー、と一応お断りしておきます。本日ののの発言は私の所属すするる組織を利用するもので、はございませんのでよろししくお願いいたしますで他の専門職だとか、他の熱意を持ってやってる方の考えを否定するものでもありませんっていうのは、えー、と文書の中にも書きましたが、勝手に私が思っていることですので、それだけご了承ください。 はいスライド、スライドショーな、そっか。ちょっと待ってください。スライドショーを使うのですが、これでい,いけるんですかね。出ませんよね。少々お待ちください。今ちょっとまだスライドショーにしないでいただいて。えっと まず画面共有をあ面。あ画面あそうあすいません失礼しました。災害対応センター現地対戦ですね。<laughs> はい、指定して指定してください。<laughs> あ,あごめんなさい。そうそう。大丈夫ですか。はい。はい、スライドショー開始です、ね。はい出ました、はいはい。すみませんえー、っとおこさんのハイクオリティなスライドショーを見て僕は今朝 8時50分でした。<laughs> 電車の時間を気にしながら作って、最後までタイトルは決まりませんでした。あの、ただ人見習い中の高野です。はい。昔なんかこんな CM があった気がするんですけど、なんだっつって。なんだとはなんだっつって。なんだとはなんだとはなんだみたいなのが延々と繰り返される CM があった気がするんですが、覚えてる方がい,いるかどうか。えー、っと。 これも中に書いたんですけど、やめさせようとしない。やめさせないとしようし、辞めさせようとしないことで結局辞めさせようとしているのではないか疑惑は私の中にずっと残っていて、なんか嫌だなぁとう、どうなのかなと思ったりしています。で、えっと、回復、回復、誰が使うのか、誰が考えるのかっていうことは、ここはあの私で以外の あのいろいろな方がお話しされてるので、えー、とこれ以上突っ込みませんけどその回復って誰の言う回復ですかみたいなところはあのー、思うようになりました。あのー、私は勝手にいた子と呼んでる人がいるんですけど、まあ、筆頭いた子市川さんをはじめ100枚いた子とかいろんないた子の言葉を私がうまく あの自分でオリジナルが生み出せないってまあオリジナルにこだわる必要もないと思うんですけどえー、っとなんかこういろんな人の言葉とかあの聞いたことを借りて自分の中でこう時間をかけて整理をしていくみたいなところがあるのかなと思ってるんですけどなので何を見ても初めはへえと思って反応してでなんかなので いた子の皆さん方から聞いた言葉で自分の考えもどんどん更新されていくので明日会うと全く違うことを言い,出す言い出すかもしれないと思っています。で、これもあの佐久間いた子からあの聞いたこの診察の時ですかね、終わった後だったかな、生きてればいいんですよっていうセンスあの佐久間さんがおっしゃるのを聞いて、その時はいまいちよく分からなかった。あの私たちが関わる人、私は。あの 生活保護の現場が長かったので、あのー、死んじゃうんですよね、非常に厳しい状態で関わり始めることが多いので、まあまあ、あのー、これを先あの佐久間さんがおっしゃるのを聞いてだったんですけど、最近は、うんあ、なんとなく自分なりに分かってきたような、分からないような、ちょっと初めに聞いたときのよりも違和感は、まあ、なくなったかなと思っています。 で,でこれ、自立、自立って、特に生活保護の現場ではよく言いますけれどもに、その自立ってなんだって思っていて、これも本文の中にも書きましたけど、まあ、憲法25条っていうのがありますよね、はい、でそれを受けて、生活保護法の第1条っていうのがあって、一番最後、赤くしたところに書いてありますけど、最低限度の生活を保障すると,とともに、その自立を助長することを目的とする。 というふうに書いているんですよね。この自立ってなんだって思うんです。もう一回出ましたね。リフレインですね。で、で生活今の生活保護法ができたときに、これ、生活保護界隈では有名な話ですけど、上司である木村さんは、あの自立はダミー要請を排除するためだ、みたいな、単に生活費とかを保障するだけではなくて、そこにずっと居続けないように、 そこから出てってもらうんだ。ダミー要請だっていう言い方をしている。ブッダの、こちらの方が、あの後に有名になって、今でも残っているかなと思うんですけど、保護課長の小山さんは、自立の助長についてこういうふうに言ってるんですね。70年以上前の話ですので、あの当時としては、あのまあ、して、上司の言うことに真っ向から反対のことを言っていますけれどもに、人あ 記録着色したあたりはやっぱり気持ち悪いなと思うんですけど75年前の話ですからまあ仕方がないかなと思うんですが人をして人たるに値する存在たらしめるって上から目線だよなと思いますし社会生活に適応させるってなんか本かも偉たらそうだなと思うんですけどまあ打眠防止よりはまあマシかななんて思ったりをします。 ちょっと時代が下がって2004年の社会保障審議会の福祉部会です。ここでいう自立支援とはって、就労自立支援、日常生活自立支援、社会生活自立支援。今まで生活保護は、えー、っと、生活保護を卒業してもらう経済的な自立が、あの、に偏重していたっていう嫌いを受けて、見直しをされた新しい自立の考え方。 で、画期的だっていうふうに、あの、まあ、それまでそれからすれば随分まともになったのかもしれませんけど、ここも、昔そんなこと、リモは思わなかったですけどね、最近いろんな人が、新しいタコたちが喋るのを聞いて、あなるほどなと思ったのが、反省自立。反省回復と言ってもいいかなと思ったりもします。社会の求める自立。 社会が言ってることは正しいのかどうか。で、あの、障害分野の世界で言われている言葉だということなんですけど、自分の財布と相談しながら好きなように飯を食う。いや、生活保護パチンコと酒に使って何が悪いみたいな、あの、大越さんのタイトルに煽られたは必要ないですけど、渡したお金をどうか使おうか、それも含めてあの人間生活、社会生活ですよねって言いながら、えっ、ー、と、うちの市はつか 毎月5日に生活保護費を渡して、それ持ってパチンコ屋に行って、お金がなくなって最後の2週間ぐらいは、かすみを食って生きるみたいな生活を繰り返す人がやっぱりいるのも事実なので、まあ、あんまり痛みつけない方をしてもらいたいなとは思うんですけど、なかなかあのそれができれば、そもそも僕らのところに送電には来ないのかなと思う人がやっぱりいらっしゃいます。でこれが 桜井さんという立命館の今、先生されてますけど、問、うん、うべきは、不支持利用者の自立、非自立ではなく、それを分ける私たちの側の依存である、私たちは本当に自立しているのかっていう、あのー、3つの自立論に対する批判的検討という論文の中に書かれていたことです。ここはちょっと掘り下げられることではないし、時間もないのであれですけど、なんかそういうことに、もやもやしています。で支援者の求める自立 うん、自立って何だろうっていうのがいつも気持ち悪いです。で、支援者とクライエント、横にしなかったんですねわ、わざと縦にしました。で、私たちはよくするもので、改めるべき悪しき習慣をやめられないもの人たち。うん、でも、それをやることで私たちは飯を食っているので、うん、いつも気持ち悪いなと思いながらやっています。 で、これも気持ち悪いなと思って、最近思うようになったのが、まあ、自助グループとか回復施設、あのわざと鍵かっこつけましたけど、うんと、初めは私も意図を持って近づいた。うん、自分たちがあの、ケースワーカーが何をできるわけでもないので、お医者さんに行けるようにお金を出したりとか。 えと, AA、とか言ったがいいいんじゃな男子会とか行ったほうがいいんじゃない,、あのー、っ,い,い,ゃないって言ってつなげるときに見たこともないところを進めるなんていう無責任な話にはないと思っていたので自分はじ自分で出るようにしたんですね。でもやっぱり人が時々なんかね社会資源っていう言い方をするのがすごい気持ち悪いと思っています。 あの彼らがその人たちが自分たちのためにやっているものを我々が社会資源として道具としてみなすというのに気持ち悪さを感じています。ということで、あのー、これはあの何の仲間かということは、まあ仲間なんですけど、9月28日また定例のバーベキューがあるので、それを楽しみにしていますで。何の仲間かは正直どうでもいい うんと初めは意図を持って近づいた人たちだけれどもに、今は単にバーベキューに誘ってくれる。市役所の高野さんって言って呼んでくれるんじゃなくて、バーベキューの仲間の高野さんって呼んでくれる友達がいることがとても嬉しいと思っています。で、今日あ、リュックを仕込んできたんですけど、佐久間先生に今日入院の用意をしてきたので、入院の許可をお願いしますということで来たんですが、ダメでしょうか。はい、ありがとうございました。 ありがとうございました。それでは、大越さん対高野さん、現地対戦、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> すよろしくお願いします。なんか、最初、新潟対決っていうふうに言われて、<laughs> うちの米の方が美味しいぞみたいな、なんかそういう話のかなとか思ったんですけど、そういうことじゃないですもんね。 あのアウェイ感バリバリですよね、<laughs> あの大越さんの土俵に行って、最型 <laughs> 関係者の方に囲まれてなんていう感じでね、はいあの、何をアウェイを感じてるのかっていう口ばかりみたいな感じですけど、はい、対決なので、何を振り切ったこと言った方がいいのかとか思いながらねあの言ってたんですけど、まあ、なかなかアーカイブじゃなきゃもっといろいろいいのかもしれませんけど、はい、そうですね。うん と僕もそう東横の正式な解釈っていうのか、東横のトーが何なのか、僕よく知らなかったんですけど、今回実はい、初めて知りましたあ。私もなんか実は間違っててですね、あの編集の話に <laughs> <laughs> 直してもらったっていう経緯があるんですけれど、はい、そうなんです。そうなんですね。行、えーえー、ったことがないっていうのは衝撃でした。うん、な,ないですよねだから <laughs> あの うんとえな何も偉そうなことは書けないと思いつつただなんかそのいたことない人がどう見るかとかっていうのって結構こうなんか大事かなと思ってて実際こうまあ我々もこうアルコール依存ではないし薬物依存ではなくってまあはたから見ればこう部外者性っていうか、えー、非当事者であるみたいな。 感じのなので,でそ、そういう人がこうどう捉えるかみたいなことをうんとこうか,かけたというか、かなという感じはしますね。そ,その見方をこううんについて書くのはまあまあいい意味あったかなというかね、ねそんな感じはしました。はい、いや、面白いと思って <laughs>、はい、読みました。他の人の人も あのー、なんせ自分ではあの普段の仕事で支援に関わるときもそうなんですけど、自分で体験しえないとの疑似体験でもあるなと思っていたりして、あのー、自分では踏み出せないこと、自分では経験しない方がいいこともいっぱいありますけど、あのー、人口負けて食べるものを買うお金がない。 で2週間過ごすとか絶対にあの真似しない方がいいなと思うんですけどうん、うん、あとはそうですねあのいろんな人の、まあ、私は勝手にタコだと思っていますけどタコの皆さん方のお話を聞いて自分ではたどり着けない視点だとか、うん、そういうのが持てるっていうのはあの僕も一昨日までやった学会に参加してましたけどなんかうんとここ この世界を知らない人は気の毒だなと勝手に思っています。こんな豊かな、まあ、医療とか支援する側の人もいますし、当事者の経験がある人だとか、そういった人の言葉とかを聞いて、この,この世界を知らないのは人として生まれてきて損失なのではないかと僕は勝手に思っています。えっとですね、ちょっとあのじゃあ私から質問なんですけど。 あの最初に高野さんおっしゃったその辞めさせようとしないと言いながら辞めさせようとしてるんじゃないかっていう疑惑みたいなことをおっしゃっててなんかすごい面白いなと思ったんですけどで高野さんの文章読,読ませてもらってすごくこうなんかこ,これまでのこう支援のあり方とか、えー、と専門職の在り方みたいなところにすごい懐疑的っていうか,いうかえだしこう、うん、自分が。 専門家として上から目線になっちゃったりとか、その人の,の,人の、えー、あり方を規定してしまったりとかっていう、ししいうそういう可能性があるというリスクにすごくこう自覚的っていうふうな思ったんですね。ううで,すねで、そうでない人もいるじゃないですか。やっぱりそこに無自覚でこう、うん、相手を規定してしまったりとか、もう。 自分の思った方向にその人を動かしてしまうっていうか、本当、暴力というか、コントロールだと思うんですよね。だから、そこを高野さんのように、これまでのあり方にこう懐疑、えー、的でいられる、医学的でいられるっていうのは、何が違うんだろうなって、すごく思ったんですか、何か考えありますか自分がもともとそうですからね。あの人のの人こことじゃなくて自分のこう、うん ことを書いている中で、うん、やっぱりこう、いろんな人の話を聞いて思うようになった。だから、あのそうなると、なんか嫌だなと思うエピソードを聞いたりとか、嫌だなと思う対応する人を見ると、今度はイライラしてしまうんですよね。嫌、うん、だなと思って、ムカムカしてしまうっていうか、なんか嫌だなと思って、さっさと降りてしまいたいなという気も、まあ、正直、でているところでもありますけど、 うん、まあまあ、助けを必要としている人もたくさんいるのも事実なのであの、役割としてはなくならないのかなとは思いますけど、うん、何ででしょうかね。あのー、よくしようとしている疑惑は、うん、横浜の寿町の村田義しさんの書かれた本のタイトル、うんあの、よくしようとするのはやめた方がいいっていう本が、もうタイトル見ただけで、 あもうもう忘れられないですね。うん、あのそのあたりがきっかけだったかなと思っています。何でしょうね、なんかこうよ、よくしようと思って頑張る人もね、もちろんいるんだけど、なんかそれがこう、裏目に出てしまったりとか、うん、っていう人も中に多分いるんだろうなと思うんだけど、うん、そ,そのよくしようとする、うん、一生懸命やることはすごい大事なんだけど、よくしようとする、そのそ向かっていこうという。 その方向性が誰の考えたらよくしようですかっていう感じはしますね。あなたの価値観のバイアスがかかりすぎなんじゃないのと、俺のバ,バイアスがかかりすぎなんじゃないのっていうのはちょっと怖いなと思いますなるほど。だからそこのこだ誰の価値観なのかっていうのはやっぱりこうね、ず,ずっと持っとかないやっぱりこう、うんな、なんて言うんですかね、やっぱりこう、暴力的になっちゃうっていうのは。 すごく自覚しておかないといけないんだなっていうのは改めて今回思いましたね。どううななんでししょうね<私>、はい、悩ままいいと思います私ちょっとねあの、この今回書いた文章のに登場する方もこう心理師っていう設定で書かせてもらったんですけど、なんか心理師って割とそういう <laughs> なんかこう専門知識で <laughs>。 あのくくってしまうリスクが高い職種かななんていあの、ねあ、すみません、参加してる心理師の方いたら本当申し訳ないんですけれど、そういうリスクがすごいあるなと思ってるので、あのなんかそ,そういう面で言うと、高野さんの存在って結構、わりと自然にそういうあの決めつけをやらないっていう自然さがすごくいいなと、この文章からもなんかそういうのは感じたところです。 いやでもねこんなこと書いてますけど、普段職場に戻ればそうでもなかったりするんで、偉そうなこと言ってんじゃないよって感じですけどね。なんかね、書いてて自分へのツッコミ、怒りますよね。何偉そうなこと書いてるんだろう、自分はみたいなのは書いててありがとうございました、ちょうどお時間にもなりましたので、これで第4ラウンドは終了させていただきます。 はい。ありがとうございます。それではいよいよ最終ラウンドです。えー、登場しますは、えー、沖縄リハビリテンションセンター病院の手塚幸男さん。えー、迎え撃つは、紅葉大病院の杉本千佳子さん、プラス、比江島茂人さんです。さっきね、ちょっとシャープ兄弟なんて失礼なこと言ってしまったんですが、まあ、改めて、ビューティーペアですね。はい。もう古すぎて誰も覚えてないんじゃないかもう、ビューティーペアのテーマを歌いますけど、はい。じゃあ、よろしくお願いします。えーと、先行は手塚さんからです。 はい、えー、沖縄リハビリテーションセンター病院の手塚幸雄です。私はあの現行の中ではですねえ。タイトルは救急外来総合病院リエゾンの風景えというお題をいただいて、まタイトルそのままに執筆しました。 その中では、ですね私があの以前、救急の専門医、まあ、救急医だったこととか、あのまあ、自分自身体調を崩して救急医をやめたこと、あのバンアウトの経験があることだったりとか、まあ、その後ですね精神科医になったことだったりとか、あのいろいろ書いてます。もともと私は依存症に対する陰性感情が非常に大きくて、特に救急医の時ですね。で精神科医になった後も、その陰性感情はすぐ消えるわけではなくて、あの あできれば依存症以外の分野を、あのー、やりたいなって思ってたくらいのですね、大きな陰性感情がありました。ただ気づいたら、あの依存症を中心に、えー、この診療するような精神科医になってまして、まあ、その辺も含めてあの原稿の中では書いてます。で今回の10分では、まあ、その原稿の内容、そのままというよりは、まあ、余談に近いところを まあちょっとですね文章には書きづらいところも含めてお話できたらなと思ってます。で、この、あこれ、原稿の中身なんですけれども、あの総合病院やあ、えっとですね、救急外来総合病院のこのリエゾンの風景ということで、まあ、そもそもリエゾンとは何なのかですね、まあ、リエゾンっていうのは、この相談を受けてですね、まあ、自分がこの行、えー、って、まあ、連携をこう深めるような、まあ、そんなことをしてます。 なんか一言で答えなないような気がしますけど、まあ、主治医が別にいるわけですよ。まあ、なので、主治医から依頼があって、私があの面接をするわけですね。で私はの総合病院にこの依存症の専門医療機関からこの出張して、月2回行ってます。で、その時に主治医からこの依頼を受ける内容って、ほぼ2つに1つですね。1つは、この人のお酒をやめさせてください。 でもう1つは、えこの人を依存症の専門医治療のために健診受診させるのを手伝ってください。まあだいたいその2つかなと思ってます。まあ、ただ私はそのそうですね、その主治医の思惑通りには <laughs> なかなか行かないことが多いんですが、まあ、この依頼があった方とこうお話をして。 まあその方がどういうふうに今まで生きてきて、どんなことを大事にしていて、まあ、どういうふうにしていきたいかとか、まあ、そんな内容をまあ面接してお話ししながら、一緒に考えていくということをしてます。まあ、気づいたらお酒のこと、まあ、アルコールのことでだいたい依頼を受けるんですけど、酒のことはあんまり話していないことも結構あって、この 相手のこの患者さんですね、入院されてたりする患者さんから、そういえば酒のことどうなったのっていうツッコミを受けることも、まあ、時々あるくらい、あまりこのお酒のことは話してないかもしれません。まあ、ただ、一応ね、ねこの専門医療機関から出張していってるので、まあ、その後も関係を続けて、まあ、治療といえるものかどうかは置いといてですね。 今後も関係を続けながら、本人さんの思い描くような人生に近づけるようなお手伝いをしていきたいということをしています。一方でですね、今、このリエゾンの診療は研究事業でも一つでもあってあの、モデル事業ですね、地域連携のモデル事業の一つとしてもやっているので、一応、私が適当にやるわけじゃなくって、もともとのこの枠組みの中で決められた、この、 アウトカムを取りながらやってるわけですね。で決められた役割って何かっていうと S バーツです。まあ、s バーツって何かっていうと、この英語の頭文字を取ってるんですね。S はスクリーニング。でその後の BI は簡易介入、ブリーフインターベンション。リスクが高い飲酒習,習慣がある方に対してですね。で、その後の RT。これは えー、リファーラルトゥトリートメントの略なんですけど、依存症と診断した方に対して、まあ、専門医療につなげる、リファーラルなので、まあ、紹介のようなものですね、専門医療に紹介していきましょうっていうものです。で、最後にあの S バーツ S がつくこと、これは日本であの広められている方法ですけど、そこにはセルプヘルプ。 グループ自助グループといったものがついてですね、まあ、あの医療だけじゃなく自助グループにもまあつないでいきましょうよというものかなと思ってます。で、まあ、なのでその枠組みの中でやっているので、私が面接して、えー、信頼関係を築いて、えー、少なくとも目の前の精神科の医者は、信頼できに値するなと思ってもらえれば、ですね、まあ、それを続けていく。 で私は普段あの沖縄リハビリ病院っていう、まあ、専門医療機関で働いているので、まあ、そこに紹介するという形で、まあ、続けていくということもやっています。まあ、ただ、ちょっとこの s バ a r t 自体はとてもあの非常に大事なものだと思うんですけれども、まあ、この RT ですね、専門医療機関に紹介っていうのが、まあ、それも一つの手段だと思うんですけど、 専門医療機関に紹介しなければならないっていうような文脈として受け取る人もいるんじゃないかなと思ってそこに関しては少しこの疑問というかあの怖さを感じてますなんかこの依存症の分野がこの専門家以外は手を出していけないかの分野のように受け取りうるかなとも思っていてですね まあ例えば私がこの総合病院でやってる治療とか、まあ、自分の病院でやってる治療も、そんなに特別なことやってないんですよね。あの本人さんのこの価値観とかを自分なりに理解しようとしながら、酒をやめさせようとはせずにですね、まあ、でも、笑顔でいられるように、答えは私持ってないですけど、まあ、その方と一緒に悩みながら考えていくと。で、確かにプログラムはありますよ。プログラムはあります。 まあただそのプログラムも1つの手段でしかなくって、プログラムに参加してない人もいるし、プログラムの,この割、なんだろうな、全体としての割合って本当に半分以下だし、もっと言えばもう1、2割ぐらいなんじゃないかなって思うくらいです。なんですよね。で、このあと3分ぐらいか、依存症の、まあ、依存症って結構いろんな誤解がある。 あの病気状態かなって思うんですでその誤解の一つがえっ、ー、とそうですね特別な人が罹患するな特別な病気で特別な医療機関で特別な医療を受けなければいけないっていうような私、まあ、これ誤解だと思うんですけど、まあ、そんなもんがあると思うんですねでここ10年20年くらいで依存症にのですね普及啓発 が進んでまあ、依存症はこのなんでしょうね、まあ、誰,で誰もがかかりうる病気状態でまた結構多くの人がごかかるご,ごくありふれた病気だということも、まあ、だんだんこれ広がりつつあるんじゃないかなと思います一方でその特別な専門医療機関で特殊な治療を受けなければならないっていう認識はまだそれなりに あるんじゃなないかっって思って思ます、まあ、例えば依存症であることを理由に医療機関の受診をちょっと拒否されてしまったりとかですねただ、まあ、実際は普段の診療の延長でいわゆる専門家でなくてもですねあの本人の困りごとに焦点を当てながら治療していくことは、まあ、できるかなと思ってますちょっとこの全然まとまりもなくなってしまったんですけどうんそうだな 私自身、まだまだ経験は浅いと思いながらも、沖縄県の中では依存症の専門医療機関、治療拠点機関で働く医者で、アディクションセンターの、まあ、肩書きはなんかセンター長みたいな偉そうな肩書きで、なんか偉そうな立場でこうあのいろんな意見を言わなければいけない場合があるんですよね。 最近はその時に、なんか専門家として、なんか背伸びして、偉そうなことを言うんではなくて、まあ、専門治療といっても、まあ、実は大したことをしてないですよっていうようなことを、この正直に告白して、あのー、誰でもできるケアであることをこのお伝えしながらですね、当たり前の医療として広げていけないかなっていうことを、試行錯誤してます。はい。なんか、あの取り留めのない話で10分そろそろたとうとしておりますので、 はい、一旦ここでおしまいにしようと思います。ありがとうございました。はい、手塚さんありがとうございました。えっ、ー、とそれでは、えー、杉本、えー、杉本さん、えー、比江島さんよろしくお願いします。はい、ちょよろしくお願いします。えっと実はあの。 コロナになっっっててていまましし時間だけたたたぷりりあってスライドをたくさん作りました、えっと、あの比江島先生からあの児童精神科の風景をあの一緒に描きましょうというふうに言われて、えっと、アディクションと子どもをどんなふうにつなげて描けばいいかなって悩んだんですけどあの日々の,あの病棟の風景をそのまま描こうというふうに話し合って描きました。 で、あの、うん、今、比江島は、あの、空港から、あの、参戦しておりますが。休み時間に遠隔操作で、いろいろ写真が送られてきましたので、ちょっとバトンタッチします。はい、ありがとうございます。あの、こう、えっと、こう、だの比江島です。あの、ひげの話がありましたので、あの、ひげの写真を見せます。あの、真ん中、あの、一番真ん中にボスがいて、その隣右側に、私がいます。 はいあのこの時ですね僕この右側の18歳この顔ぐらいだったんですあ,あなたの言うことなんか誰も信じないよとあの言葉に説得力を持たすのにひげを生やしなさいというふうに言われてひげを生やし始めてちょっと恥ずかしい時にはひげを生やしていくっていうふうにして学会はだたいひげを生やしていきますす学会が終わっっっっったらつるるとととててていいうことをやっています。 で、その右下が30歳の時、これがあの研修1年目で、あのー、この後ビティフォードセンターに行きました。その左57歳これ昨日です。あの学会が一昨日まで3日間あったんですけど、昨日はあの高尾山に登ってきました。あの楽しみを増やしていくっていう時に、あの今日、この後あの杉本さん話してくれますけど、あの今まで楽しかったことじゃないことを。 楽しみとしていくっていうのがとってもなんかこう人生が豊かになるなというふうに思っております。あのネットの世界があってもなくても生まれた時からのネットがあったからといって楽しいことを新たに覚えられないことはないんだなというふうにあの最近は感じるようになっています。ということで杉本さんバトンタッチします。はいありがとうございます。えっと 文章に書いたことをそのままスライドに落とし込んだというような感じですので、あのよろしくお願いします。通称南さんは31章の児童思春期の病棟です。えっと、小学生と中学生が入院してくる病棟で、えっとまあ、依存症と関係ないと思っていたんですけど、あの不登校、その後ろにあるあのゲームやネットの問題、リストカット、OD。 何かを考えるとあのアディクションに近いところもあるのかなというふうに思っていますで納得いかない入院だとしてもせっかく入院してきたので少しでもいい体験をしてもらいたいと試行錯誤を重ねてきましたまあ、どんな日常なのかっていうのを紹介していきます午前中に一つ午後に一つあの活動があるという平凡な毎日です 1>, 1週間のスケジュールはこんなふうになっています。どんな活動があるのかご紹介していきます。週に2回、学習支援のプログラムがあって、学校がしんどいとか勉強苦手っていうお子さんが多いので、あの少しでもやれたと思えるように工夫を凝らしています。文章にも書いてますけど、週に1回、あの これはコミュニティーミーティングではスタッフ全員と子供で病棟生活について話し合いをする場があります。文章で書いてある PS ミーティングでは治療の進み具合を確認したり、あの入院の目標をどんなふうに考えるかっていう話し合いをしています。作業療法は週に3回で、えっと、この後ろにゲームをしている子供たちが映っているんですけど、えっと 作業療法の中では順番やけ時間を守ってゲームをしたりとか、と体の使い方を楽しく遊びながらあの練習したりしていますで。病棟に慣れてくると、敷地内の他の塔にある院内学級に登校の練習を始めるというような感じです。えっと、できるだけ褒めたいというふうに、あの、スタッフは、あの、とても 試行錯誤しておりまして、えっと、うまくいっている行動にこう着目できるようにいろんな見える化を使っていますでスタッフがこの同じ共通言語で同じ指標で関わりやすくなるとあの大人の顔色を伺ったりとか裏を読んで気づかれするっていうことを防ぐ効果もあるのかなと思っています病棟が安全な場になるようにあの病棟全体の仕組みを分かりやすくしています オンラインの通信機器が使えないちょっとハードな環境なので漫画とか遊び道具とかたくさん揃えています入院中にルービックキューブの達人になって十何秒かでできるようになりましたとかいう子もいましたでここからはあの南さんの日日常ですと季節を味わうために月に1回イベントを開催していますとハロウィンとかクリスマス会をしたり e スポーツ大会はも,うもちろん子どもの圧勝で大人は参りましたというような感じですで近くの大きなくすむきまで遠足に行ったりとかコロナであの調理の活動とか外部からの講師が読めない時にはあのオンラインでイベントをしました今年の夏休みにはあの活動弁士さんを招いて活弁上映ライブっていうのをしました えっと、動画やアニメで育った子どもたちがこう果たして面白さが分かってくれるんだろうかと心配してたんですけどみんな夢中になってあの楽しくあの過ごしていました面白いなっていう気持ちにはこう新しいも古いもないのかなというふうに感じます東京のプラスアルファです家族へのサポートはあの面談をしたりゲームやネットの,あの家族教室をオンラインにしたり 接触障害の当事者と家族の会をしたり、家族の教室を行っています。でえっと、つい先週末あの、オフラインキャンプを行いましたので、ここからはオフラインキャンプのご紹介をしたいと思いますまだ出来立てホヤホヤでてす。 一昨年、あのたた医療センターにスタッフが研修に行かせていただいて、そこでキャンプの計画をしているという話を聞いて、まあ、うちでもやってみたいなということで、去年、第1回目のキャンプを行いました。今年は2回目で、と熊本県内で児童精神科の治療を行っているもう一つの病院と一緒に計画をしました。学校ののの先生とかあの外部の方の協力もいいただいて 大学生のボランティアにも参加をしててもらっています。今年の参加は20名で、うち6人が去年からのリピーターでした。それがとてもスタッフにとっては嬉しかったです。ええっと、a 青少年交流の家に到着した後、アイスブレイク開会式という流れでした。これはあのタイミングを合わせて棒をこう隣の人に投げ渡すというあのアイスブレイクです。 その後、リアル脱出ゲームを行いました。と言っても、まあ、どっかに脱出するわけじゃなくて、大自然の中でオリエンテーリングをしていくという内容です。キノコ王国の王様がやる気ないない病にかかってさ、大変。みんなでキノコを集めて特効薬を作りましょうというストーリーでした。えっと、謎解き要素もあって、チェックポイントでミニゲームをクリアして、謎解きのヒントをもらっていきます。 で、チェックポイントではいろんなミニゲームをしました。無事、王様のやる気ないない病は治ってお宝のマシュマロをゲットしました、えっと。昨年は広い草原にテントを張れたんですけど、今年はこうあの雨が降りそうだったので、こう行道にテントを張りました。夜は焚き火です。えっと、王様にもらったマシュマロを焼いて、あの、美味しく食べました。 大学生になってもこのキャンプ来ていいのとかっていう子もいてあのなんか病棟では見ない一面を発見したりまた来たいって言ってもらえるとやってよかったなっていうふうにパワーをもらいましたあと行動の中で寝るっていろんな音がしてそれはそれで貴重な体験になったみたいです2日目は、えっと、カレー作りをしてその後ろではあの 家族族のの教室家家会をしましたまた、あ、入院のこととか家での大変さを話せないから、まあ、こうやって話せると嬉しいとか入院前は10時間ゲームしててどうしていいかわからなかったとかこんな工夫してますとかいうようなあるある話で盛り上がりました。これが最後の記念撮影です。 まあ、一泊二日で劇的なビフォーアフターはないんですけど、まあ、来年も来たいって言ってくれると、まあ、居場所の一つになってくれたかなと思って、嬉しく思います。ちょっとだけまとめですね、まあ、安全に遊,び遊んでほしい、人と遊んでほしい、まあ、ゲームもいいけどリアルも悪くないよと伝えたい、まあ、居場所はあるよというふうに伝えたいというのが狙いです。 とまあ、病気未満のアディクションということで、まあ、問題が子どもにあるのか親にあるのか社会にあるのかなんかなか書きながらも答えが出ないなと思ってあの書きました、まあ、どこにも居場所がないというお子さんたちにとって病院とかキャンプが居場所の一つになったらいいなと思ってますと つい先日東京大会が終わったばかりですけど、来年は熊本で行いますので、いろいろキャンプの詳しい報告などもしたいなと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。えー、それでは、あ、ありがとうございます。えー、それでは、えー、手塚さんと紅葉大、えー、コンビ、えー、リングに入っていただいて10分間の対戦をお願いいたします。 九州対決でしたね <laughs> このカード他の,あの登壇者の方とこう見比べてみて確かに九州っていう共通点もあったんですけど両方が医療機関っていうのは私たちだけかなと思ってですねま,あまたそれはそれでそうなんだなって思いました。私自身その あのいや専門医療なんて言ってなくてどこでもできるよなんていう話をしながら今の杉本さんの話を聞いてたらいやこれ年齢高いなどこでもできるなんて適当なこと言うもんじゃないなでもでもそれだったらやっぱ雇用大病院さんに行ってもらわないと回復できないっていう気持ちにももしかしたらなっちゃうかもしれないななんて、あのー、思っちゃったりもしたんですけどどうですか、まあ、熊本だったら九州全域多分あのー 九州の中だったら沖縄以外だったら陸続きなので来ようと思えばきっと来れるし県外からきっとこそこまで魅力的なプログラムだったらあの来る方もいると思うんですけどなんかこう困っている人がもっとたくさんいる中でど,どんなこの周りに声かけとかしますかどうでしょうですあああの,あの遠くから来るということについては 面談がが全部ズームになななっってているのでほとんどあの支障がなくなっていますあのただあの外泊ですよね外泊の時とあと子どもが原石校に行く時に試し登校をするっていう時に親御さんの負担がとっても大きいんですよねそこだけがちょっとあの気の毒だなと思うんですけれど今までにあのうちはあの僕ここ 2, 2年ぐらいで3人ぐらい臨検から受け入れてます。 あのすごく子どもはあの入院してよかったと言ってくれてるのかなと思います先生僕からいいですか手塚先生はい,はいはいあの僕はのあのもういろんなところで言ってますけど琉球病院に1年間勤めたことがあるのであのアルコール問題がこう送られてきた時ってほ本当に肝硬変の方が多くてですね もっと早くもっと早くというふうにあのその当時はあの思っていました。でこちらから行かないといけないと思って4つの,きゅあの総合病院にですねあの朝から夕方まで立たせてもらって全患者さんにアンケートを取るっていうのを あの当時僕はもう病棟はほとんど持たずにあの指定が足りないから行くっていうなんかそんな役割だったのでそんな時間が取れたんですけど、まあ、かなりあの総合病院の先生があのそういうところがあるなら紹介したいとかあのオーディット使ってあこんなにあにするとちょっと楽なんですねってあの分かりやすいんですねっていうふうにおっしゃってたんですけど、まあ、それからもう20年ぐらい経ったんですけどやっぱり沖縄でのアルコール問題っていうのは肝硬変の方って多いもんなんですか あ、肝硬変の人とても多いですね。どうやらあの県別のこの年齢で調整した。あの何ですか？死亡率を見るとかん肝障害であの亡くなっているのは沖縄が一番大きいらしくて、えー、その理由もアルコール性が一番多いので、まあ、やはり多い県なんだなというふうに思ってます。で、それだからか。結構あの腹水がしっかり溜まっている状況で、あの入院治療アルコールの入院治療でこの精神科で見ることっていうのも。 結構多いんですけど、まあ、もうそれはそれでそういうのがまあ当たり前というか。ええまあ、も,もっと悪くなったら、またその便で見てもらえばいいやっていうことで。まあその辺はあのもう多いなって思ってます。はい、ありがとうございます。あと、僕先生の原稿でとっても他の印象的であいいなと思ったのは。あの、アルコールの方にあの依存症の方にあの陰性感情を持ってたっていう風におっしゃって。今もおっしゃってましたけど。 そこからこう治療を積極的にやりたいと思ったっていうのがもう本当になんかすごくなんかこう感動させられるというかあのとっても嬉しかったんですよね。あのなんかあのこの分野で働いていくっていうのは悪くないなというふうに思いましたということでこういうの,をあのうちであの依存症をあんまりメインで見てこなかった杉本さんどう思いますそうですね、えっと 私はあの手塚先生の,あの,あの書いていらっしゃる中であの回復した姿を救急の先生たちにあのお伝えしてるんだっていうところにすごくあの <laughs> 感激してというかいいなと思っていても子どもの,あの現場でも学校の先生とかもなんかその。 一番大変なところで関わっている人はもうあのどうにかしてくださいっていう感じでおられるのであの元気になりますよとか変わっていきますよみたいなのを伝えるってあの大事なんだろうなってあの思いながらあの読ませていただきましたちょっとずれますけど私自身も陰性感情から少し解放されたのはあの男子会でその原稿に書いた方ですねその方とお会いした時でした。 はい、あの救急で来るときはあの、本当にいろいろしでかして、ですね暴言、暴力、あとはなんかもう本当にいろいろして、ですねもうその方が来るって、救急の入電の段階で知ったら、嫌だなって思うような方が急に来なくなって、ですねもう亡くなってるかと思ったら、はいあの、また全く別の生き方をされているっていうところに、男子会で知って、なんかそれで、あ依存症って、そのまま死んでいくだけじゃないんだなっていうのも 知っったたのは初めてでしたねやっぱ私、救急で働いてたんですけど、救急ってあの本当に断腫したら来なくなるんですよね。体調を崩すことなくなるんで、来なくなるんですよ。もうそうすると、本当あの、まあ、いわゆる回復したというか、医療者から見ても回復したってよく分かるような方って、来なくなるから、来なくなるってことは、合わない。合わないと、本当にあのどん底の状態で命からがら、あの、 救急受診すするる人しか見てこなくなくんですよね。そうするとあもううん回復なんてしない病気なんだなって回復する病気って聞いてはいてもなんかこうあまり実感として湧かなかったのでやっぱこう元気になった方をあの人元気になったよって伝えられることって結構大きいんだなって思いましたなるほどあのいやすごく面白いなと思ったね S バーツの S 最後の S の 自助グループになかなか行かないから、<laughs> この場でつなぐっていうのを、実は僕はあの医療者とかあの、医療関係者が自助グループに行ってあの、回復した人を知るっていうのを、僕らが仲間を連れていくっていうのがいいんじゃないかなって思ったりするんですけど、どう,どうですか、依存症、あんまり陰性患者を持ってる人って、自助グループとか、なかなか行きづらいもんなんですかねですね、まず私たち支援者が行くのがいいですよね。 でも行って、あの私は行ってあの、何でしょうねあの、とても大きな驚きを得たので、なんかこのただ行ってではなくってあの、エピソードも一緒にお話ししたりとか、あとは一緒に行こうっていうと、行くような気がしてますね。 なんかこの S バーツの流れの中であの依存症はい自助グループってその流れであの、えー、目の前の人を依存症という言葉だけでもとてもあの陰性感情があるかもしれないあ陰性感情じゃない受け入れ難いところかもしれないのに男子会とかあのっていうのって私その最初の段階で急に自助グループってあのちょっとまだあの進められないんですけどでも医療者とか私たちだったらまたもっと。 ええ進めていっていいんだろうなって思います思ってます。ありがとうございます。なんか話盛り上がったら十分経っちゃいました。はい、佐久間さんお渡しします、はい。ありがとうございます。はいあのいい話でした。えっ、ー、とそれではあのこれであの全、えー、対戦が終わりました。えっ、ー、とじゃあパネリストの皆さんぜひあの全員カメラをオンにしてください。はいありがとうございます。 えとそうしましたら、えーと、チャット、チャットというか、えー、とあれかな、失業等がもしあの視聴者の方からあるようでしたら、ぜひ、えー、チャットボタンになんとか挙手機能というのもあるのかな、まあ。何らかの形で意思表示をしていただければ、あのえー、質問をお寄せください、はいえーと。どうでしょうか。あの対戦者の皆さんあの、登壇者の皆さん同士であの他に聞きたいこととか、 あればぜひあのこの機会に、えー、あのご発言くださいここからフリートークですので誰があのいつ喋っても大丈夫です、はい、何もないと私がビューティーペアの話をして10分間終わっちゃうので、はい、あそれでは私からいいでしょうかはいえっと手塚さんとあとその他の皆さんに聞きたいんですけど先ほど申し上げた通り私はその全然専門医じゃないんですけども でも手塚さん言われたとおり専門医じゃない、えー、医師もあのアディクションのことをある程度知っていてなんていうか最低限というか、まあ、ある程度の,あのお付き合いというかですねあのをできることが必要だと思うようになりました。でただそのためにはあの何を知っておく必要があるのかというのが、まあ、模索中なんですけれども。 もちろん事情グループとかそういうこういうのありますよって情報提供はです、ね、当然するとしてでもすすぐに行かない人もい,っぱいい人もっぱるわけですよねで、まあ、それでも何かの事情で外来にはとりあえず来て何、あのー、かお付き合いする機会があったとしてそういう時にこちらはあのどんなことを考えてどんなことを知っておけばいいのかあるいは当事者の方から見て、あのー、どういう。 えー、どういう医者だったらあのそんなに専門家じゃなくてもそれなりに役に立つと言えるのかその辺をあの教えていただければ嬉しいですお名前があったのでまず私からあの専門医療機関に行って専門家が見たから劇的に良くなる病気じゃないっていうことはなんかあの知識として もしかしししかかたたらてててもももいいいいのかもしれないななんて思いましたもちろんあの自分たちがあの無能なつもりはないんですけどあのなんか劇的な回復にはきとつながらないんだろうなであとはこの信頼関係を築いた人が治療を続けること自体がつながり続けること自体が重要なような気がするので必ずしも専門医療機関でなくてもその目の前の あ,あ、あの何でしょうね。やめられない。止まらないが、止まらなくても本人さんの困りごとに合わせてつながり続けること。なんか、それ自体がきっと治療的なんだろうなっていう風うに個人的には思ってます。なんかあの私たち見ませんよっていうこの自分たちがの守備範囲から外してしまうと、なかなかこの見捨てられた感じというか医療機関にもこう。 ええ、あのつながれなくなったなんかこのこ孤,孤独孤立を深めてしまうような気がしてですね。なんかこの専門じゃなきゃいけないっていうところにいろんなこのデメリットがあるなって感じてます。すみません話長くなりました。別の方に振ります。サイネさんどうですか。はいありがとうございます。えっと専門そうですねあの依存症 見てください。見れるお医者さんって、他の精神疾患見るのも上手だって私も思っていて、逆に他の,の依存症専門じゃないんでって言って、他の病気は見れますって言って、それ本当に見れてるのかなって言って、ちょっと、ダメだ,だ、これ録画されてるのあの、<laughs> <laughs> って思ってて、えっと、お薬が効く症状に関しては、お薬はまあ誰が出しても効くと思うんですけど、でも、そのお薬ずっと20年同じ薬飲み続けてますみたいな人が外来にはたくさんいらして、本当に元気になっていく人たちって、お薬だけでは良くならない部分が、まあその医療機関であったり、そこから広がっていくいろんなつながりの中で良くなっていかれるんだと思うんですよね。ってことは、えっと、依存症の患者さんたちと、 上手にお付き合いできる、そしてそこからたくさんの,あのアディクトの人たちが育っていかれるお医者さんというのは、他の病気も見る、でも、えっと、それ以外の、えー、領域でも、要は言いたいのはあの、大事なことって共通してるから、あの専,門専門じゃないというところで線引きする必要はないのではないかというふうに私は考えています。以上ですやべえなこれろころくれ録画さ そそうそう録画されてるの忘れてて、僕、もちょっとそういえば、この業界から消されるんじゃないかな、<laughs> あのはい、あの専門医療はあの、はい、大事だと思ってます。以上ですすいません <laughs> まああの司会の立場でちょっと一言言わせていただくと、ですねあの私も、本村さんがあの原稿で書いてくれたその仮想のやりとり、あれすごくいいなと思ってあの感動して読みました。だってすごい誠実じゃないですか、あの確かにあの専門医じゃないというまあ、ちょっと引け目はあるのかもしれないですけど、一生懸命クライアントの方に誠実に関わろうとしてて、あの本人と対話しようとしてて、まさにあの姿勢こそがその重要なものじゃないかと思って。あの 大村さんに原稿を頼んで良かったなと、えー、本当に思っております。はい、ありがとうございます。えっとちょっと私からちょっと話題変えてもあのいいでしょうかね。あのそのなんか回復あの倉田さんや市川さんがですねやっぱ回復に殺されるですとかそのなんかあんまりこう俺らの回復をその人にえっと あの規定されたくないみたいなのがあって、すごい私もよくわかるんですよね、なんか、あのなんか、ちゃんとしなさい、世の中の常識とか、社会にあってちゃんとしなさいっていう、なんかそういう謎の勢力があって、なんかその、ちゃんとしな、ねで今度は回復っていうのもちゃんとした回復みたいなのを誰かが決めちゃって、なんかちゃんとした回復に乗らない人はあのダメだみたいなね、なんかそういう変な風潮になってる気がして。 あの僕自身、ちゃんとしてない人なので、なんかこう、患者さんからこうちゃんとしてくだちゃんとろ勢力の一人だと思われるのは、やっぱり嫌なんですよね、えー、だから、まあ、なんか、あのその変えようとしないっていうか、あんまり、ね、あんまり、なんか、正すと、患者さんを正すとか、ちゃんとしなさいとか、そういうふうにはあの言いたくないなと、思っ おります、まあ、その一方でやっぱりあの沖縄のさっきの話なんかもありましたけど実際アルコールなんかはああのまあ肝臓とかあの毒性が強くてまあ、実際に亡くなったり脳機能障害を起こしたりするのでそこはやっぱり死なないための手当てっていうのもあの必要かなとも思ったりしてですねそこら辺だからあのメディカルなことがこう関わる部分とあと何、えー、て言うんでしょうねある日ある意味その支援とかその人の こう関わるその哲学みたいなのが問われる部分だとか、ちょっとそこを少しまあ入り混じってはいるんだけど、きちんとある程度なんでねあの分かった上で関わっていかないと、なんか何でもかんでもあ、あなた、肝障害で死んじゃうから、ちゃんとお酒やめなさいっていう感じで、あなた SN、SNS なんかやってると危険に近寄るから、ちゃんとやめなさいとかですね、なんかそういうふうなパターナリズムのやり方にどんどんいっちゃって、なんかすごい堅苦しくなっていくような気が。 すするんですよね、はい、という私の意見をの述べた上でえで、ー、倉田さん、その辺何かお考えとか少し付け足しみたいなのありませんか反論ででも結構ですし、うん、あの私が「回復に殺されるんじゃないわ」「回復殺せ」ってどっかに書いたらあの <laughs> それをあのダルクを利用している仲間がです、ね、読んであの「回復は殺さなきゃいけないんですか?」とか。 あの聞いてきたんですねですごい言葉の使い方は難しいでプログラムダルクのプログラムには回復って言葉が出てくるしだから、まあ、それを詳しく説明しなきゃいけなくてあ,の、まあ、ある時期まではだから自分でどうしていいか分からないからあの、まあ、あの回復をなぞるっていうかどういうふうにして良くなっていったかどういうふうにしてやめられていったかなぞることも必要だけども。 要するにそこに、えー、2年も3年も経ってとどまり続けるっていうことが危険だっていうことですねだから例えば私があじゃあそのやめ始めた時の言葉をですねいまだにあの発し続けていたらですねそれは私にとって非常にあの私を殺す言葉になりかねないから今の私にとっては回復に殺されないことあるいは回復を殺すことあるいは自分で回復を探ること。 っていうそういうあの別の言葉で今自分をやってることを説明しなければですねあの今ダルクに来てる人たちもなんかいつ,いつまでもこの「回復」っていう <laughs> 言葉に縛られてです、ねえー、いるっていうのは非常に不幸だしあのそういうふうに社会や周りから見られるってこともすごくあのなんか抑圧新たな抑圧を作り出す。 タだになりかねないと思ってます。はい。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とチャッ。質問とか、あの、どうでしょう。視聴者の方から質問とかありますかね。どうも、チャット欄が少しうまく機能してないような。えー、情報もあって、北木さん、何か来てますか。いや、まだですけど、多分、あの、チャットは復活してくれてるはずなので。あの、いかがでしょうか。視聴者、あの、ご覧になっている方々。 まあせっかくの機会ですぜひ感想とかでも、ぜひお寄せいただければはい、はいはいはい、ちょっとそろそろいい時間になってきましたので、どうでしょうか、えー、と視聴者の方な、なければ安倍さん、あ質,問質問あります、はい、どうぞ、質問、なんでしょうか。 えとあ今、記入中かな。はい、じゃあ、ちょっと勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あすごい、続々と<あ> <laughs> 一気に <laughs> たくさんの。えっと、接触しあ読みあ、読んじゃっていいのかな。記入中です。はいえー、っとお一人質問があります<問>という方が一番最初に来ていうあれかな 記入中です。あ、読んでいいです。あ,あ、読みますね。じゃあ、じゃあちょっとあ、じゃあちょっと記入中だと思いますので、ちょっとその間あの他の方の感想を読み上げます。えー、接触障害です。ちゃんと生きないといけないといつも思っていますので、今の議論興味深かったです。はい、ありがとうございます。続々ワクワクする話をありがとうございました。ありがとうございます。市川さんがお品を蓄えておられる理由は、はい。 あとは <laughs>、えーえーえー、貴重な発表ありがとうございました。回復という言葉には終わりがないというか、救いがない言葉になっていると感じました。うん、なるほど。はい。皆さんの率直な本音が聞けて大変面白かったです。はい、市川さんがひげ生やしてる理由というところ、質問なんですかね。じゃあ、お聞きしちゃっていいのかしら。はい、まあ、僕は肥前病院に勤務はしてないんですけど。<laughs> あの 足にすね毛が生えて中学ぐらいの時に、なんかプール入れなくなったんですよね。うん、で、だけど、なんか最近、ひげ、白くなったら、気に入ってて、うん、理由わかりませんけど、はい、気に入ってるので生やしてます。はいはい、ありがとうございます。はい、えー、っと、ON さんは質問が切れちゃったのかな。じゃあ、どうしたらという人は。<laughs> 立場が上の人が多いということについて自分はじゃあどうしたら、えー、でちょっと記入が切れちゃってます。はいえー、とあとは、えー、とサインがあった医療センター様からためになりました薬物依存症おひげに感動しましたおひげに感動しました,しましたそうですかひげ <laughs> 勢の皆さんよかったですねおひげに感動 <laughs> 感動効果があったようでございます。はい、僕も早そうかな、はい 応援さんいいえちょっと待って、ね、続けてよ、えー、た応援さんじゃあどうしたらっていう人は立場が上の人が多いということについて <laughs> 自分はさんのつ応援じゃあどうしたらいいじゃあどうしたらいいっていう時があるのですがあ立場上と思われず思っていませんがそれについてはどう思いますか。うん あまあ、そ,そういう人が多いということで、まああのまあ、自分は立場、まあ、立場が上とか下とかっていうことで、まあ、じょどうしたらいいっていうか、ね、それについてはどう思いますかということなんですこれはちょっと、さんに本文中にも書かせていただいたんですけれども、うん、ほとんどの,あの私たちがあの日々ぶち当たる問題とか困りごとって、すぐに答えの出るようなものを。 ではないことがほとんどで、だから答えが出るまでには時間がかかるんだろうと思う考えることも必要だし、悩むことも必要だし、だからそれを聞いたときに誰かがすぐに答えをくれるとか、そういうものではなくて、えっと、その、なんていうかな、メバさんが言う隣に座ってくれるっていう感じで、一緒にその答えの出ない問いを、まあ、あの、一緒に眺めるっていうような、あの、関係をいろんな、あの、立場を あの問わずあの持っていきたいなというふうに思っているというところでしょうか。はい、はい。ありがとうございます。すいませんね、なんか皆さん短時間でね、いろ,いろ質問聞してもらって、はい、すいません。えっ、ー、と他にも、えー、いろいろな意見とか、はい、なんつかだんだんいい時間になってきました。えっ、ー、とちょっと待ってですね。え第二回目はありますかというととても良い企画でした。え二、ー、回目はありますか。二回目二回目あるんですか。北西さんあるんですか。北西さん。 二回目作れというプレッシャーのように聞こえてしまうかもしれないです。<laughs> はい。あ、あのぜひやってみたいと思いました。はい。はい。ありがとうございます。はい。えー、ぜひ、なんか二回目も、ね、やりたいですね。今日、あの、えっ、ー、と、来れてない方も、あの、いらっしゃいますので。はい、えっ、ー、はい。あ、じゃあ、はい。あ、安倍さん、なんか一言、どうぞ。はい、あ、あのー、あ、栗浜医療センターの安倍です。 今日はなんか本当に私が一番特等席であの司会という立場というか一番いい席であの皆さんのお話聞かせていただいたなというふうに思っていますんなんかとりあえず明日から私も病棟の看護師 <laughs> 一人の看護師として目の前の患者さんに優しく温かい関心というのを寄せる必要性をもう一回改めて感じたなという時間でしたなんか皆さんに勇気をもらったり大切なものをもう一回なんかあ あのちゃんと守っていきたいなっていうような気持ちになりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他にもあの好意的なコメントをいっぱいいただいております。本当ありがとうございます。えー、第二回目もぜひやりたいですね。えー、まあ SNS とかあの、えー、ここの <laughs> 参加者の方の、えー、とか日本評論者の SNS とかチェックしていただくときっといいことあると思います。では最後に北にさん、えー、お願いいたします。あはい。 えとすみません、チャット欄が不調で大変失礼いたしました。えっと、あのまだまだお話しつきないところおではありますけれども、そろそろ、えー、終了のお時間となります、えっと。本日は病気未満のアディクション観光記念、えー、ということで、えー、セミナー開催いたしました。えっと、このイベントは後日、ですね、えー、日本評論者の YouTube チャンネルにてアーカイブ配信を行う予定ですので、ご興味のある方は、えー、チャンネル登録をして、えー、お待ちいただけますと幸いです。 またですね、本特集号は、全国の書店とかですね、アマゾンで絶賛発売中ですので、もしまだの方がおられましたら、ぜひご購入いただければ幸いです。ありがとうございます。それでは、あの休日にもかかわらず、多くの方にご参加いただきまして、また長い時間お付き合いいただきまして、感謝申し上げます。これでウェブセミナー終了とさせていただきます。皆様、ありがとうございました。